皆さん、こんにちは。この度はお忙しい中ご視聴ありがとうございます。今回はですね、HACCP基礎研修衛生管理計画の作り方講座ということでお届けしたいと思っております。本来であればですね、こちらの講習については1日かけて、じっくりと皆さんに、いろいろとお話しさせていただきたい内容になるんですけども、今回は動画ということになりますので、ぎゅーっと絞ってですね、いろいろとちょっと、はしょらせていただいて、短くまとめさせていただいております。ですので、皆さんには申し訳ございませんが、事前にホームページに載せております、資料とか動画とか、このあたりを見てですね、事前に学習していただきたいと思っております。で、今回はそれを、皆さんがしていただいていることを前提にお話しさせていただきたいと思っておりますので、その旨につきましてはご了承いただきたいと思っております。ただですね、何分短くまとめておりますので、それだけではちょっと、よくわからなかったとかですね、もう少し、理解を深めたいなとか、そういったことをお考えの方はですね、ぜひとも我々の、対面研修の方に来ていただきたいと思います。そこでですね、じっくりとお話しさせていただければなと思いますので、機会があればよろしくお願いいたします。ということでですね、早速始めさせていただきたいというふうに思っております。皆さんはですね、現在、HACCPに基づく衛生管理、もしくは HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の方をすでにもされていらっしゃるんじゃないかなと思います。衛生管理計画、非常に、大変だったと思いますが、いろんな手引き書とか見てですね、作られたと思います。しかし、ここでちょっと皆さんに問いたいのは、それを作ってですね、満足してませんか？もうそれを作ったことによっても、HACCPは終わりだと。もう俺たちはちゃんとやるべきことはやったというふうに満足していませんか？もしくは、やったはいいけれども、なんかもういろいろ大変だなとかですね、何のためにこれしなきゃいけないのかなとかですね、いろんなちょっと疑問点とか、ちょっともやもやするところっていうのが出てきてるんじゃないかなというふうに思っております。今回ですね、私の方で一番言いたいのは、HACCPというのは、衛生管理計画を立てることが目的ではない。それを立てて終わりということでは決してなく、そこにたどり着くまでにいろいろと考えることですね。もちろん、衛生管理計画を実施して、改善してっていうのも、ものすごく大事ですし、それも、もちろんメインなんですけれども、自分たちに手引き書をですね、まるっとコピーして、そのまま、作ったりとかですね、もしくは、自分たちが今すでにやっていることを、とりあえず紙にまとめて、それで衛生管理計画を立てたよっていう形で満足するんじゃなくて、きちんと衛生管理計画を立てる前に、いろいろと自分たちの、会社のこと、工場のこと、それから従業員のこととかですね、商品のこととか、いろいろ考えて、そういったいろいろ模索していく。このことが非常に大事なんじゃないかなというふうに思っております。ですのでですね、今回はそのHACCPの考え方、もちろん皆さんもいろいろと勉強されたと思いますが、改めてHACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画をされている方もですね、もちろんその考え方を知って損はないわけですし、きちんとご自身の工場がどうなのかっていうのを見るきっかけにもなりますので、とにかく今日はその考え方をお伝えしたいというふうに思います。その考え方を理解していただいて、本当の意味で役に立つ衛生管理計画を皆さんに立てていただきたいというふうに思っております。そのためのヒントとか情報とか、そのあたりをしっかりお伝えしたいなと思っております。先ほども申し上げましたけれども、HACCPの考え方を取り入れた、衛生管理をされている方もですね、HACCPの、次のステップだと思って、もちろんその考え方を知っておくのは非常に大事なことですので、きっと役に立つと思います。その考え方を知るということを皆さんの、ために、今日はいろいろとお話ししたいなというふうに思っております。学ぶことをですね、まず、お話ししたいと思います。この講義ではですね、HACCPの歴史と背景、安全な食品を作るために一般衛生管理プログラムの概要、それからHACCPとは、HACCPの制度化及びその他の動きという流れでお話ししようと思います。では、早速参りたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まずですね、HACCPなんですけども、ハザードアナリシスクリティカルコントロールポイントということで、日本語で言うとですね、被害要因分析、重要管理点方式という形で
訳されます。こちらの図ももしかしたらご覧になられた方いらっしゃると思いますが、従来はですね、抜き取り検査、要は工程とか、そういったところの確認ではなく、あくまで出来上がった製品を検査して、まあ、それが問題なければ今日作った商品は大丈夫だよねっていうような考え方をする場合が、多かったということになっておりますが、ハセップ方式、皆さんが取り組まれているハセップに関しましてはそうではなくて、一つ一つの工程でそれぞれ確認をし、点検をし、それぞれの工程が問題なければ出来上がった商品は安全ではないかというふうに、そういった判断をする方式になっております。ここが、まあ、大きな違いになりますけれども、まあ、日本に関しましてはもともとその工程管理という、まあ、意識というのもある程度根付いておりますので、まあ、そこまでですね、大きく、ガラッと変わるということは少ない、会社さんも多いんじゃないかなというふうには思いますけれども、これが一応従来の方式とハセップ方式の違いになります。でハセップ方式になると、いろんな工程でいろんなルールを作ってですね、管理していかないといけないわけですが、全部をですね、同じ力でやってしまうと当然疲弊してしまいますし、コストもかかって大変だということがありますので、その中でも一番大事なことっていうものをピックアップする、重要管理点としてピックアップして、それにですね、とにかく精力を集中する、まあ、そういった形でさせていただくという、それがハセップ方式になります。ではですね、そのハセップの考え方を、お伝えする前に、まず歴史の方を皆さんと一緒に見ていきたいなというふうに思っております。まずハセップというのがどういう歴史でですね、今現在に至るかというところをお説明したいと思います。1959年の方に、で始まりました。宇宙食の開発においてハセップの歴史は始まったと言われております。アメリカのですね、ピルスベリーという会社さんが、宇宙食のを、開発されました。その時にですね、何を目的にしてたかというとですね、とにかく安全な食品を作ること、宇宙の計画ってなるとやっぱ国家プロジェクトですので、そこでですね、実際に宇宙に行った宇宙飛行士がそこで食中毒を起こしたとかですね、病気になったとか健康を損なったっていうと、とんでもないことになりますので、必ず絶対に安全なものをという条件で開発が始まりました。そういったことでですね、おかげさまでですね、宇宙の方で宇宙飛行士さんが食中毒が原因となって、やれ嘔吐したとかですね、下痢をしたとか熱で寝込んでしまったとか、そういうのはあんまり皆さんも多分聞いたことないんじゃないかなと思います。こういった、しっかりと開発されたことによってですね、非常に安全な食品を持って宇宙に行かれたんだというふうに思います。でここで成功したわけなんで、であるならば今度宇宙食だけじゃなくて、一般の消費者向けの食品に関しても、これを使えないか、このハセップの方式を使えないかということで取り入れられました。それがですね、まず、低酸性缶詰食品の方に、ハセップの導入が始まりました。これはですね、瓶詰めとかですね、レトルトをかけたものとか、いろいろありますけれども、そちらの方にまずハセップの概念を導入いたしました。しかしですね、そこからちょっと、なかなか次の展開っていうのが進まなかったんですね。それはなぜかというと、ハセップは、やっぱりこの当時はですけれども、とてもお金がかかります。で、概念と言いますけれども、やっぱり実際にちゃんとやろうと思ったらですね、非常にコストがかかって、宇宙食であれば国家プロジェクトなので、もう本当にお金をつぎ込んで、高価な食品を作ること、しっかりと管理した食品を作ることも可能ですが、一旦消費者の方々に向けた食品にそこまでのコストをかけるとですね、当然その価格も上がっていくわけで、結果的には買えなくなってしまうということになりますので、そういう意味でなかなか広げることができませんでした。で、その空白の期間にですね、どんどん枝葉を切ってですね、シンプルにしていって、本当に大事なことだけを残していった。そのあたりがすごく、苦労がありましたので、かなりちょっと時間が空いてしまいましたけれども、この間に何とかコストを下げて導入できないかということで、試行錯誤されている、その期間が少し空いてしまいました。
で、その期間が空いた後にですね、次の食品は、何に導入されたかといいますと、アメリカで生産食品の方に HACCPの概念が導入されました。なんでじゃあここで次水産なんだっていうところなんですけども、ここでですね、アメリカの方で和食ブームが起きてたわけですね。もともとあんまり、生の魚とかをですね、食べる文化じゃなかったんですけども、和食がいいってことで、ブームが起きて、寿司だなんだっていうのがですね、いろいろ食べられるようになりました。しかし、もともとそういった、経験とかも、ちょっとあまりないような方が、包丁を持って作ってられたりとか、そういったことがあったので、要はですね、そこで食中毒が結構出てしまったということになります。和食ブームに乗っていろんな方が食べました。いろんな店ができました。そこにはですね、あまり、当然ですね、日本でそうやって修行した方たちばかりがその店を開いているわけじゃありませんので、見よう見まねでやった。その結果食中毒がかなり起きてしまったという、そういった苦い経験があったところですね。で、例えばアニサキス、ちょっと前もですね、日本で芸能人の方たちがいろいろ言われてましたけれども、アニサキスの食中毒、それからヒスタミン、少しちょっと劣化してしまってですね、劣化したような魚で起きるヒスタミンの食中毒などが発生したというふうになっております。で、日本であれば、昔ですね、その寿司の文化はありましたし、生の魚を食べる文化があったんで、修行された方もいるのでですね、ちょっと似た感じ、からもうこの魚は使わないとかですね、ちょっと古くなったなとかですね、そういった判断ができるんですね。で、こういった処理をすれば寄生虫も殺せるよとかですね、そういったのがきちんと、技術として伝わってたわけなんで、あまり日本では、発生はそこまで多くはなかったんですけれども、そのあたりはやっぱりアメリカの方には伝わってなかったので、大きく、食中毒が発生し、それをもとにその失敗があったので、ハセップが水産の方に入っていきました。次に入ったのが、食調肉製品ですね、鶏肉などの、そちらの商品に関して HACCPの規則が、入ってまいりました。アメリカで、ね、チキンとなればですね、アメリカでもたくさん食べられているものですけれども、これがなぜ入ったかというと、こちらもですね、要は同じく痛い、失敗があったということですね。ハンバーガーチェーンの方で、5157の食中毒が出まして、そこでですね、残念ながら死者も出てしまうという、そういった痛ましい事件が起こりまして、これではダメだということで、食調肉製品にはHACCPが入ったになります。次にですね、今度ちょっと意外かなと思うんですが、ジュースの方にHACCPが入ってまいりました。ジュースで食中毒っていうのは、なかなか、皆さんもそんなに聞かれたことないんじゃないかなというふうに思いますけれども、確かにですね、ジュースの中ではそんなに食中毒菌っていうのは増えたりとかしません。だんだんちょっと緩やかに減っていくっていう形があるんですけども、ここでですね、このジュースっていうのはフレッシュジュースなんですね。加熱殺菌とかをされていないフレッシュジュースなんですが、普通ですね、日本でもジュースのこうちょっとブームがあって、ジュースバーとかありますけれども、その場で作って、その場でお客さんに提供する、そういった形が多かったんですけれども、それであればですね、そんなに大きな食中毒事件というのは起こらなかったんですが、種をまたいでですね、いろんなところに配送、要は、その場で作って、その場で提供するだけじゃなく、ビニールとかにして、いろんな場所に配送するっていうことを、この時にはやっております。で、そうなると、今まではそんなに出てなかったものであったとしても、何かこうジュースのですね、ジュースそのものは菌は増えないんですけれども、製造ラインの方で、おそらく、その O157 とかが救ってたんでしょうね。そこで、ジュースを汚染しました。で、本来であれば、そんなに大きな食中毒事件になりませんけれども、それを広範囲に配送することによって、広域的にですね、その食中毒が発生してしまったと、こういったことがありましたので、こちらジュースの方にもHACCPが導入されました。では、日本ではどうか、今までアメリカの歴史ばかり言ってきましたけれども、では日本の方ではどうですかというところなんですが、1995年に厚生労働省の方が、マルソーという、そういった、認証制度において、HACCPの考え方を取り入れました。
対象はですね、乳や乳製品、それから清涼飲料水とか、こういった限られた商品に対して、導入を開始しました。でこの時はですね、完全にアメリカでやっているハセップの、マルトコピーという感じになっておりますけれども、まあ、そこで始めたはいいんですけども、まあ、なかなかちょっとですね、やたら大変だったということで、人気がなく、あんまり、この認証制度を使われている、メーカーさんというのはほとんどなかったということでした。まあ、それでですね、なかなか広まらないということがあったんで、経済的に支援をしようという動きも始まり、それでですね、2014年の方に、今の制度化の下地になるような、まあ、そういった指針が出され、そして今現在、ハセップの考え方に、を取り入れた衛生管理か、もしくはハセップの考え、ハセップに基づいた衛生管理、いずれかをしましょうねということで、制度化が、まあ、ようやく始まったというところになっております。ここでですね、言いたいのは、ハセップとは、失敗学なんですね。あまり、日本の方でその考え方っていうのは、まあ、いろいろな場面で、ちょっとそんなに有名なんですかね、大きく聞こえたりすることはないんですけども、アメリカではまあいろんな場面で根強い考えであります。ハセップとは、失敗学です。いろいろと失敗をして、停滞経験をしてきて、それをでも二度と発生させないために、じゃあどうするっていう、その考え方がハセップになります。潜在的な危害要因を洗い出して、それがもし顕在化した場合、こんなことがあるかもしれない、こんなことがあるかもしれないっていうのをいろいろと分析してですね、ではそれが本当に表面化した場合に、どうするか、それを考えるのがハセップになります。で、こちらですね、まあ、同じような考えで、まあ、ハセップはまあ当然食品に対するものなんですけども、同じように、要は失敗から学んで次どうするっていう考え方はですね、第二次世界大戦の時にも行われております。これが、ゼロ戦の方ですね、ゼロ戦をターゲットに行われたと伺っております。どういったことがされたかというとですね、まあ、ゼロ戦がまあすごい強くってですね、なかなか勝てないという状況だったんですけども、それではダメなので、ゼロ戦をとにかく分析する、要は敵がゼロ戦だとなればですね、そのゼロ戦に対していろいろと分析をして調べて調査して、まあ、そういったことをやった結果ですね、ゼロ戦には弱点があるということが分かりました。まず、ゼロ戦は高いところ航空に弱いということですね。ちょっとタービンエンジンがありませんので、空気の薄いようなところはゼロ戦は苦手だなということが分かりました。それからとことん軽量化されてましたので、急降下することが非常に難しい。軽量化されているので、急降下すると機体が分解されてしまって、それはできないということで、その2点の、弱点があることが分かり、まあ、その弱点が分かればですね、当然対策が打てるということで、では、アメリカはどういうことをやったかというと、ゼロ戦が来た場合ですね、高いところにずっと留まっておいて、ゼロ戦が来たなと思ったら急降下して攻撃し、そして急降下して逃げていく。まあ、ヒットアンダーウェイみたいな感じのですね、作戦を取る。そういったことをやられましたら、結果ですね、ゼロ戦と互角の戦いができるようになったというふうになっております。これはですね、本当にハセップの考え方は全く一緒です。対象がまあ戦闘機か食品かという違いなだけであって、やるべきことは一緒です。敵は何かということを調べて、ではそれに対して有効な対策を打つというふうに、それがですね、ハセップの原型というところになっておりますね。なので、当然今、撮影している時はですね、オリンピックやってるわけなんですけども、オリンピックも当然同じですよね。相手がどういうチームかとか、相手がどういう作戦を取ってきて、どんな人がいるのかっていうのを分かった上で、ではそれに対して有効な作戦を練っていく。これはスポーツの世界でも当然やっていることでございますので、で何も食品に限ってやるべきことではなく、日頃からいろんな場面で取られている方法です。それを今回、食品に対してもやりましょうよというのが、これがハセップということになります。先ほど歴史のところの冒頭で申し上げました、アポロ計画ですね、その宇宙の、計画に関しましても同じことです。失敗が許されない、そういった大きなプロジェクトになりますので、
ゼロリスク、リスクを とにかく減らすためにはどうすればいいかということで、まあ、とことん分析が行われました。ロケットとか管制塔とかですね、まあ、いろんな仕組みに関していろいろと調査したら、まあ、その結果ですね、何一つ、失敗できない、ネジ1本外れても終わりだみたいな感じでですね、非常に、ゼロリスクを求めないといけないということが分かったので、それに関しては、まあ、ロケットだったりとかそういったことに関してはきちんとそういう対策が取れました。しかしですね、やっぱり人間のところですね、こちら機械とかですね、まあ、システムとかそのあたりは、まあ、とことん対策を取ることができましても、なかなか人間の健康管理というところはですね、難しい。だからゼロにするっていうことは非常に難しい。であるために、では食品の観点においては、とにかく健康を維持できるように、リスクをゼロにしましょうということで、カセットが始まったということになります。では、ここまでですね、歴史を見ていただきましたけれども、カセットは失敗学ですよ。敵を見つけて、それに対して対策するのがハセットですよということなんですけども、安全な食品を作るためにということで、中身に入っていきたいと思います。この3層構造ですね、よくご覧になられた方いらっしゃるかなと思います。安全な原材料があって、その上に一般衛生管理プログラムがあって、やれ上にハセットだ。この3層構造が結構、いろんなところで目につくんですけれども、特にですね、この3層を要はこれの順番にやらなきゃいけないとか、そういうことは一切なくてですね、このあたりはもう混然一体となって、もう全てやっぱりやらないといけないんですね。これは、この形を、要はその、やる必要がないということです。アセットとか衛生管理、一般衛生管理プログラムとかをやっていくとですね、こんな綺麗な3層にはなってませんよということが分かってくるかと思います。こんな感じでですね、混然一体と OS だとかですね、原材料の確保だ、一般性管理だっていうのがですね、まあ、いろいろな部分でこう重なったりとか、こう間に中に入ったりとかですね、もういろいろなところで関わってきます。きれいに3層構造になることはありませんので、まあ、要はもう全体像を見て、きっちりと何をすべきかっていうのを考えないといけません。例えばですね、ここに、梅岡かおにぎりがございます。まあ、この中で言うと、この梅ですね。この梅がハセップになります。要は、梅おかかおにぎりは米も入ってますし、おかかも入って、梅も入ってっていう、まあ、いろんな具材が入って一つの商品になってるわけなんですけども、その中で一番味を引き締めている、この梅がハセップというふうに考えていただきたいなというふうに思います。その他の米とかは一般衛生管理とかになって、もちろんそれもないと当然この商品は出来上がりませんけれども、その中でも味を引き締めるこの梅のハセットだというふうに考えていただければいいかなというふうに思います。そして、ハセットに関しましては、工程を確認していくのが大事になります。工程を考えていく。そのためには、じゃあどうすればいいかということを少しお話ししていきましょう。工場も一つの工程のプロセスだというふうに考えていく必要があります。ここに工場がありまして、横から原材料や包材が入ってきて、製品として出ていくという形になります。で、この工場というプロセスの中にですね、さまざまなものが出ては、入ってきては出ていく、入ってきては出ていくということが行われております。その図がこちらになります。例えばですね、原材料とか包材っていうのは、要はトラックに積んでですね、皆さんの工場の方に入ってきます。ここですね、こう輸送機器、トラックから入ってきて、そして工場の方に入って、そしてもう荷物を下ろして出ていくという形になっています。それ以外もですね、人、皆さんですね、従業員の方も外からやってきて、中に入って仕事をしてですね、また帰っていくという形で、まあ、いろいろ工場一つのこの円の中にですね、いろいろ出たり入ったり出たり入ったりしてるっていうのが、今の、我々食品工場における実態でございます。で、この時にですね、いろいろとされてると思うんですね。普通に何もせずにですね、外から普通に入ってきて仕事して出ていくっていうことはないかと思います。外から来たらですね、
まず靴は脱ぎますとかですね、それから私服も脱いで白衣に着替えたりとか、そのあたり皆さんされていると思います。でもここに入っていくときにですね、ここでやれ靴を脱ぎました、私服を脱ぎました、白衣を着ました、そしてローラー掛けをして手洗いをして、要は自分をどんどんと工場の中に入っていけばいくほどですね、綺麗な状態にしていって、そこで食品を作って、そしてまた今度帰るときは逆ですね、私服に着替えて靴を履いて出ていくという形で取り組みをされているかと思います。で次ですね、ただですね、先ほどのこの最初のこの図に書いてあるものっていうのは、管理者が把握している部分ですね。原材料はこういうふうに来てますよ、人はこのように入って出ていってますよっていうのは、目に見えますので、みんな、どういうことやってるかっていうのは多分皆さん認識としてあると思います。しかし中にはそういう認識の外に外れたものだけど、ちゃんと工場の中に入っては出ていっているものもあります。それがですね、意図せずに入ってくるものとして、空気、それから湿気とかですね、周りから入ってくる粉塵とかで、それに乗って一緒に微生物もやっていきます。虫も入ってくるかもしれません、中にはもしかしたら鳥とかも入ってくるかもしれませんけれども、こういったものも工場の中には入ってきてますよ。これは目に見えませんのでね、なかなかどういうふうな管理をしているかっていうのを分かっていらっしゃる方っていうのは、もしかしたら工場にはなかなか少ないのかなと思いますけれども、こういった意図しないものっていうのも入ってきては出ていっている。これが工場の実態になります。でこうなるとですね、多重防御という考え方が必要になります。要は来るもの拒まずっていうわけにはいきませんので、じゃあ中に入ってくるのはいいけれども、その時にですね、いろいろな防御策を講じて、きちんと中に入れば入るほど、望ましい正常度、きれいな状態になっていくようにいろんな策を起こされていく、これが非常に大事になります。例えば先ほど申しましたように、人であれば中に入っていけばいくほど、靴を脱ぎました、私服を脱ぎました、白衣を着ました、ローラー掛けしました、手洗いをしましたみたいな形で、どんどん自分の体をですね、きれいにして中に入っていきます。これをいくつもやっているのが、その多重防御という考え方です。トラックにしてもそうですね。そのまま入ってきて、トラックの運転手さんが何の対策もせずにですね、どかどかと中まで入ってくることはないと思います。きちんとここで荷下ろしして、ここで引き渡しますよ、みたいなルールがあったりとか、中にはですね、トラックの運転手さんも中入るときに靴を履き替えますとかですね、ローラー掛けしますとかですね、そういったことをやってらっしゃる工場も、あります。そういった形でですね、いろいろな多重に、一個やと終わりとかではなく、いろんなルールをとにかく多重に、防御するために用意をして、それによって中の製品、一番きれいなところにある製品を守っていくという、そういった考え方になります。ただちょっとですね、人ほどなかなか管理できないものはないと思います。いろんなね、機械とかそういうので防御しきれないのが人でありますので、このあたりはですね、人の制御っていうのはどこの工場さんも最終的に一番悩まれるところかなと思います。よく動くし、いろんなとこ触るし、ルールは守らないし、みたいな感じでですね、非常に、大変かなと思いますけれど、ここの管理は非常に重要です。大抵トラブルっていうのは人が由来で起きるものでございますので、人に対して、先ほどの多重防御にしてもですね、いかに守ってもらうかっていうのは、どこの工場にとっても一番重要な課題かなというふうに思っております。で多重防御の考え方については、何も、人とかですね、原材料とかだけじゃありません。実際に作ったこの商品に関しましても、防御を経て外に行きます。ここではですね、作るところは一番きれいなわけなんですが、当然そこでお客さんに直接売るわけじゃありませんので、そこから、何の管理もされていない外、要は普通の外という空間に出ていくわけです。その時に何の防御策もなくそのまま行ってしまうと、当然その途中で汚染を受けたりとかですね、腐ってしまったりとかっていう形が可能性がありますので、その製品自体も防御をした上で外に出ていきます。どういった防御かっていうとですね、包装、一番は包装ですね。
裸の周りで外で出ていくわけありませんので、フィルムとかトレーとかそういったものに包装をして外からの汚染を防ぐ形で防御を作ってですね、それで出荷をしていきます。あとはですね、冷蔵、要はトラックで、冷蔵のトラックで配送する、冷蔵の状態で販売する、このあたり冷蔵にするっていうことも一つの防御策になります。微生物は、ある程度ですね、冷やすと、増える、微生物が増えるスピードというのは極端に落ちていきますので、冷蔵をしてそれで出荷するっていう、これも一つの防御策になります。こういうふうにいろんなものに対していろんな防御策を作って、そして晴れて安全な商品をお客様に提供するという、それが、安全な食品を作るためには必要なことでございます。まさにその、イラストとは言わないですね、絵の状態のものをですね、本丸に行くためには外堀内堀という形でいろんな防御策を作っている、まさにこの城のようにですね、いろんな、ルール、いろんな管理方法によって商品を守っていくということが、我々、食品を作るものにとっては非常に大事な考え方になります。ではですね、ここで敵は何かということを考えていきたいと思います。いろいろとですね、防御しなきゃいけないよっていうことなんですが、まず敵を知らねば、防御も何もできたものではありませんので、カセットというのはまず敵を知りましょうということが、言われております。それをですね、危害要因と言います。で、危害要因に関しましては、この3つが主なものですね。生物学的危害要因、微生物とかウイルスとかそういったことが、生物学的危害要因です。科学的危害要因というのは、洗剤とか、カビ毒とかですね、アレルギーもここに入ってきます。そして物理学的危害要因というのは、金属片とかですね、ガラス片とか、そういった怪我につながるような、そういったものがこちら、物理学的危害要因ということになっております。通常はこの3種類で、言われることが多いかなと思いますけれども、これ皆さんですね、一番悩まれているのは何でしょうか。物理ですか、生物、化学ですか、生物ですかっていうところで一番悩まれているのは何ですかね。で、物理学的危害要因っていうのは結構目に見えるので、そういったことに対していろいろと対策を書いている、例えばホームページだったりとか手引き書だったりとかっていうのはよく見られたと思います。金属片を防ぐためにはとかですね、そういったことっていうのは、分かりやすいので、よく言えば分かりやすいので、いろんなところに対策が載ってるのを見たことあるかなと思います。ただ、そんなにですね、例えば一気に20人も30人もこれにやられましたとかですね、そういった事件はほとんどありませんので、そこまでその皆さんの事業、今やってらっしゃる事業において一番悩ましいのはこれですみたいな感じのことにはなってないんじゃないかなというふうに思います。科学的危害要因はじゃあどうかっていうところなんですけれども、例えば、農薬とかですね、そういったものも確かに、危害要因ではあります。ただですね、その農薬も、例えばちょっと基準を超えてしまった、それによって回収したっていうのはたまに、ネットでは見られますけれども、じゃあそれを万が一そういう商品ができたからとて、じゃあそれに対してもし例えば食べてしまった、その時にじゃあいきなり亡くなってしまうとかですね、いきなり体調をめちゃくちゃ崩してしまうとか、そういったことは、あんまり、言われておりません。そこまでのリスクっていうのはあまりありません。もちろん基準は守らないといけませんけれど、こういったからとていきなりそういうふうに人間の健康を害するということは少ないです。ただちょっと唯一アレルゲンだけはですね、これは人に、よりますね。アレルゲンを持ってらっしゃらない方にとっては何も問題ないかもしれませんけれども、小麦とか卵とか乳とかですね、いろんなアレルゲンを持たれている方が、今現在ちょっと増えてきてますね。人数も増えてますし、特に小さいお子さんなんていうのは非常にこのアレルゲンを持ってらっしゃる方が多いと聞いております。ね、こういう人たちにとっては非常に多くの、かなり重要な部分になりますね。普通の人であればそんなに問題ありませんけれども、アレルゲン患者さんにとってはここは非常に重要な部分になりますので、我々、食品を作る、食品に関わるものとしては、ここのアレルゲンに関してはちょっと注意していきましょう。
表示、特に表示ですね。お客様に対して商品を説明する大事なツールが表示になりますので、こちらを間違ってお伝えしないようにですね、表示に関してはきちんと管理をして、正しい表示を心がけるようにお願いいたします。では最後残ったですね、この生物学的被害要因はどういうことかっていうとですね、これに関してはさ、皆さんどうでしょうか。うちは全くこれに対して危害はないよっていう、まあ、そういうのはですね、多分缶詰ぐらいかなと思います。缶詰とかですね、まあそういったものに関、まあ、要は長く日持ちするような商品に関しては、確かにこの危害っていうのは、あんまりその頭を本当に抱えるぐらい大変だっていうことはそんなにないかなと思います。ゼロではないですけれども、当然でゼロではないですけれども、非常に確率としては低くなってきますので、そんなに悩まれていない工場さんも多いかなと思います。しかしですね、期限の短い商品を作っていたりとか、それから、まあ、惣菜とかですね、おにぎりとか弁当とかですね、まあそういった惣菜品、今多いですけれども、惣菜品とか、それから給食とか、そういったことを取り組まれている、そういった事業をされている方にとっては、この生物学的危害要因というのは、本当に頭を抱えるというか、もう本当に悩まされているんじゃないかなっていうふうに思います。これはですね、やっぱ目に見えないもんですからね、なかなか対策も難しくって、本当に悩ましいなっていうふうには思います。では次に、食中毒の動向、まあ、そうであるならばですね、一番悩まれる方多いんじゃないかなと思うこの生物学的危害要因に関しまして、どういったことが起こっているか、食中毒としてどういったことが起こっているかということを見ていきたいなと思います。最近少なくなっているとはいえ、やっぱりノロウイルスが一番多いですね。ここで圧倒的な量、圧倒的な人数ですね、患者数としてはもう圧倒的です。こちらノロが一番多いです。でその次にですね、カンピロバクターですね、そして、腸管出血性大腸菌やサルモネラなど、まあ、そういったところに続いております。特にですね、同じように食中毒になるとしても少ない菌数で本当にちょっとした、微生物の数でそれで発症してしまう食中毒の事例が今現在増えております。そしてですね、少数の、菌数というのもですね、昔は例えば、まあ、数万個ないとダメだよとかですね、数万個ないとそんなに、発症しないよっていうような、場合も情報もあったりもしましたけれども、今現在どんどん新しい情報が出ておりまして、本当に数十個とかですね、10個ぐらい、このあたりでも発症するっていう、そういった微生物、そういった発見も次々とされております。本当にちょっとの微生物が体に入っただけで、それでも食中毒が起こるということが非常に多くなりつつあります。それ以外にもですね、まあ、もちろん増殖しないと発症しない食中毒っていうのもありまして、セレウスとか黄色ブドウ球菌とかですね、ある程度菌数が増殖して初めて現れるような微生物の食中毒もございます。映りますけれども、ノロウイルスの割合が高いです。その次に、カンピロバクターとか、こういった少数の菌数で発症する食中毒が多いです。からウェルシュセリアスなども発症継続しているという形が今の現状、まあ、動向かなというふうに思います、ね。ここにですね、黄色ブドウ球菌の、まあ、黄色ブドウ球菌は、微生物が増えてそこで毒素を出して、その毒素が体に悪さをするわけなんですが、ここはまあやっぱり雪印の大きな事件がありましたので、まあ、これ以降ですね、まあ、減少傾向ではございます。で特にですね、今、惣菜工場にとか、まあ、給食工場もそうなんですけれども、手作業が多いようなそういった工場であったとしても、まあ、そういった、ところであったとしてもですね、皆さん手洗いってすごいされてると思うんですね。手洗いは大事だと、手洗いに始まり、手洗いに終わると言われているぐらい、手洗いが非常に重要だっていうのはもうかなり、認識としては広まっておりますし、それに、手袋絶対つけなさいよっていうのももうほとんどスタンダードなルールになっているんじゃないかなと思います。素手でやりますっていうのは、まあ、中にはないとは言いませんけれども、ほとんどの工場さんが手袋を必ずしましょうっていうふうになっていると思います。まあ、そうであればですね、なかなかまあ皮膚にいるかもしれない微生物の、黄色ブドウ球菌も
食品を汚染する可能性というのはかなり減りますので、そういう意味で動植物球菌の食中毒というのは減っているのかなというふうに思っております。ただちょっとですね、やっぱり注目すべきというか、気になるのはですね、最近はやっぱり原因の菌が不明だとかですね、どのような経緯で発生したかも不明だというような、そういった食中毒も発生しております。最近では、富山の、牛乳の食中毒が、学校給食の牛乳の食中毒があったと思いますけれども、まあ、これもですね、ちょっとあまり、まあ、いろいろとニュースとか調べたんですけれども、あまりほどなんかこれ絶対これだっていうようなはっきりしたところはなく、まあ、そういった分でも雪印の、まあ、大事件があったときにはですね、非常に皆さんもこう背筋がこう伸びたというか、ピッとしたというか、うちの工場もですね、なんか雪印の教訓を忘れるなみたいなポスターが貼ってあったと古い人には聞きましたけれども、そういうふうにいろいろと啓蒙がされてたのが、まあ、だんだんちょっとやっぱり時期が、空いてきてというか、まあこうね、年数が経って少し風化してんじゃないかなっていう、まあ、そういった部分も、なきにしもあるところになりますね。あとはやはり物流網がまあどんどん広がってきておりますので、一つの工場で作ったものが全国に配送されることが多くなりました。そのために一つの、まあ、例えば工場で起こったその食中毒の、食品がいろんなところに行きますので、なぜ広域的な集団食中毒が多くなってまいりました。まあ、昔でしたら自分たちの、証券の範囲内かもしれませんけど、その証券が広がったせいで県をまたいでいろんなところで発生するということも非常に多くなって、まあ多くなっております。それから、集団給食施設、特に高齢者の介護施設での大規模な食中毒の発生というものも増加しております。特に高齢者の方はやっぱり免疫がね、もともとそんなに強くはありません。若い人に比べても、免疫の方が弱くなっておりますので、そういった方たちにですね、食中毒、要は微生物による食中毒っていうのは非常に起こりやすいというところになりますので、そういう意味で同じ、例えば同じ菌を摂取したとしても、若者はそんなにならなくても、高齢者に関してはちょっと重篤になってしまう可能性もあります。そういった、高齢者施設での大規模な食中毒の発生というものも多くなっております。キュウリのゆかりあえとか、まあ、そういった食中毒があったかなと思いますけれども、これも高齢者施設だったということを覚えております。こちらはですね、まあ、死者も出ておりますので、非常に、痛ましい事件になっております。このあたりはですね、今後も増えていくと思います。物流も高齢者が増えるということも、まあ、日本はそうなっておりますので、こちらに関しましては、これからもずっと注意していかないといけない内容になっております。ではですね、ここで、食中毒の中でも蛾行形成菌というものに関して簡単にご説明したいなというふうに思っております。蛾行形成菌というのは、ボツリヌス菌やウェルシュ菌、セレウス菌などが、ありますけれども、とてもですね、熱に強い、薬剤に強いということで、非常に強い微生物になります。どういうことかっていうとですね、増殖に適した条件、まあ、つまり温度も栄養もすべていろいろですね、微生物が増えるに非常にいい環境が周りにあった場合は、この栄養、赤いやつですね、栄養細胞としてどんどん増えていくわけなんですが、ひとたび、例えば加熱したりとかですね、薬剤で殺菌しようとしたりとかして、微生物にとってあんまり良くない、あんまり増えにくいような環境になりますと、そこで蛾行というこの緑色のものを作って、それを吐き出します。それで耐えるわけですね。普通の熱に弱い菌、一般的に熱に弱い菌と言われるものであれば、この段階で死んだりとかしますけれども、この蛾行形成菌に関しましては、こちらで蛾行を作って生き延びることができます。そしてずっとこう生き延びておいてですね、もうまた増殖に適した条件になったときに、栄養細胞を作って、その栄養細胞で増殖していくというのが、これが蛾行形成菌の特徴になります。あとですね、ウイルス。まあ、今コロナウイルスとかいろいろとまあウイルスという言葉は出回っておりますけれども、ウイルスは細菌とは違います。細菌は微生物、周囲のですね、成分を利用して自分たちで細胞分裂で増殖していきますけれども、ウイルスに関しましては、生きた細胞の方に自分の RNA を打ち込んで、その宿主の細胞を利用して、細胞性を利用して増殖していくという形になりますので、
こちらはですね、全く、まあ、別物だというふうに思っておいてください。まあ、そういったいろんな、特徴のある微生物が、まあ、たくさん食中毒菌がいろいろあるわけなんですけれども、まあ、主な食中毒菌は、こちら記載している通りの種類がございます。で、ここでですね、まあ、いろんな種類があるので、まあ、なかなか覚えるのは大変なんですけれども、少し見てもらいたいのは、この汚染源ですね。これ見ていただいてですね、やっぱり人とか動物の糞便、ここが汚染源になってますよっていうのは非常に目立つかなと思います。人はまあ動物の一つでございますので、まあ、そういった我々まあ人間、それから動物の糞便、このあたりが汚染源になる、まあ、食中毒というのが非常に多いなっていうふうに、それがちょっとこの表でですね、わかるかなと思います。持っていた、で、食中毒菌をですね、体内に持っていたとしても、まあ、全く健康な方もいらっしゃいます。健康保菌者と言いますけれども、サルモネラとかを持っていたとしても、全くその本人に対しては全く影響のないという場合もありますので、もうそうなると、まあ、どなたがどんな菌を持っているかなんてわかりませんので、まあ、非常になんかこのあたりの管理っていうのは大事になってまいります。それから潜伏期間、食中毒菌があったとしても、発症するまでに時間がかかりますので、それもいろいろになっております。黄色ブドウ球菌と、それから、セレウスですね。こちらに関しては非常にちょっと他に比べても短い。30分ぐらいで発症すると言われております。まあ、まさにですね、もし黄色ブドウ球菌やセレウスの、毒が、もし食品にあればですね、その食品を食べた時にもうすでに免疫が働いて、嘔吐したりとか、下痢をしたりとか、そういったことが、発生する。これがまあ特徴ですね。潜伏期間が短いものっていうのは、毒素型になります。毒素を産生して、人間の健康に悪影響を及ぼす。まあ、このあたりは潜伏期間が短いなんです。まあ、こういった特徴がございます。では、こういった、いろんな食中毒菌、まあ、敵が分かってきたわけなんですけれども、そのため、じゃあその敵に対して、じゃあ我々はどんな対策を取らないといけないかというところに話を進めてまいりたいと思います。よく言われるのが、この4原則ですね。食品安全管理の4原則というものがございます。持ち込まない。安全な原料を使いましょう。ですね、それから、くっつけないということで、安全な原材料を使ったとしても、そこで自分たちで汚染してしまっては意味がありませんので、汚染を防止するためにくっつけない対策をしましょう。それから増やさない。微生物、要は食品の中でいくら、まあ、いろんな取り組みをしたとしても、微生物っていうのはゼロになるわけじゃありませんので、全く菌がいませんみたいなことにはなりませんので、そうであるならば、増やさない努力をしないといけません。それから、やっつけるですね。菌はいるけれども、それを殺菌とか、すること、加熱をすることによって、やっつけましょうっていうのが、こちら4原則として、よく言われております。では、続いてですね、一般衛生管理プログラムの概要の方に行きたいと思います。まあ、今までこう敵を知りというところで敵の情報をいろいろとお伝えしてきたわけですけれど、具体的にどういった管理をしていこうかなっていうのが、まあ、こちらになってまいります。一般衛生管理プログラムの目的としましては、安全な原材料をまず確保しましょうね。4原則と言ってましたけれども、汚染から守りましょうね。増殖を防ぎましょうね。そしてその装置の保守とか保全をすることによって、安定的にそれを保つということが、こちらの目的になっております。三角形の酸素構造、まあ、こちら、先ほども出てきましたけれども、酸素というわけじゃありません。もう本体一体で考えていきましょうというふうに、我々は提唱しております。で、先ほども出てきましたね、梅おかかおにぎりなんですけれども、梅がハセップ、味を引き締める梅がハセップなんですが、それ以外の米ですね、米も当然おにぎりなんで重要なファクターを占めているわけですけれども、まあ、なかなかその味のメインというわけではございません。しかし、米がないとおにぎりはできませんので、この米の粒に当たるのがこの一般衛生管理だというふうに思っておいてください。で、こちらですね、一般衛生管理プログラムというものをする場合、まあ、文書化して現場で実行しましょうねってありますけれども、
まあ、特にこの SOP とか SSOP っていうのも言われることありますが、まあ、別にその分けてやる必要はないです。とにかく、文書化することによってですね、多くの人が同じレベルで作業ができるように、文書化されればいいですので、特に分けないといけないとか、そういったことにはなっておりません。記録、まあ、記録は確かに、必要な部分になりますので、食品の安全に関わるものに関しては、とにかく記録を、してくださいとなっております。では、ハセップの導入のための、お話に行きたいなというふうに思います。ハセップを導入するためには、この7原則12手順をやるというのが、決められております。で、こちらですね、上が準備段階ですね。手順の1から5っていうのがあるんですけれど、これが準備段階になりまして、そしてその下がハセッププランの作成というところになっています。ただ、これはですね、あくまで導入のためにハセップを今から運用しますよっていう、まあ、そんな皆さんに対してですね、これは導入を運用、ハセップを運用開始するまでのステップになっております。この7原則12手順をやることによって終わりではないですね。これはあくまでその運用の準備としてこれだけのことをやります。メインはそれを運用していくことにありますので、そこはお間違いないようにお願いします。この辺はですね、ちょっとこの12手順にないんですね。実際に運用しますよ、運用してちゃんとできているか確認しますよ、もっと改善しますよみたいな、そこが本当はですね、一番大事なんですが、この辺りには書かれておりませんので、これはあくまで準備段階だと思っておいてください。そうですね。準備段階があって、運用してみて、で、また検証して、もう一回戻ってくる。もう一回やり直しをしたりとかですね、改善をしたり、そういったことになっております。ここまでで、本格的な運用は、とにかく PDCA を回す。これが大事になってまいります。で、ハセップの考え方を取り入れた衛生管理を目指す方々、今回ご視聴いただいている方にも、多くいらっしゃると思いますけれども、うちは別にハセップを導入するわけじゃないよっていう方も多くいらっしゃるかもしれませんけれども、とにかく考え、まあ、もちろんですね、そこにですね、ハセップの考え方を取り入れたというふうに書いておりますので、文字通りそのハセップの考え方を学ぶ、この必要はございます。何も知らずにそのまま言われた通りにやるのではなくって、ハセップの考え方というものをまず理解していただいた上でやっていただく、それだけで全然効果としては変わってきますので、非常に皆さんにとって有効な衛生管理計画をそれだけで作ることができますので、この考え方というのは学んでいただきたいと思います。特に7原則12手順をされないという事業者さんに関しましても、そちらは同じでございますので、必ず役に立ちますので、こちら同じように聞いていただけたらなと思います。こういうことをやってるんだなっていうのをご理解いただくだけでもですね、全然変わってきます。ということですね、皆さんはハセップに基づく衛生管理か、考え方を取り入れた衛生管理か、どちらかをされていると思いますけれども、どちら、ね、の対応をされてたとしても、ハセップというものを理解しておくことに越したことはありませんので、お願いいたします。では、ハセップ運用の、準備段階というところに進んでいきたいなというふうに思います。はい、いろいろと手順がありますが、一つずつ言ってまいりましょう。まず、ハセップチームの編成というところに入ってまいります。これが手順の1ですね。ただ、この手順の1のこの段階でですね、っていうような状態、まあ、ここですごく大変な、悩まれる方もいらっしゃるかと思います。なかなかですね、そこまでの人材が潤沢にある会社さんっていうのはそんなにないと思います。もう製造の人だけ出ていっぱいという会社さんも多分多いかなと思いますので、全体の人数も少ないので、そこからまたさらにチームを作ってっていうのは、まあ、なかなか口で言うよりも言うほどですね、やりやすくないわけですね。で、特に専門家の方も、まあ、いらっしゃらない場合も多いかと思います。そんなに、微生物と専門家がいるわけでも、この会社さんにもいるわけではありませんので、まあ、そういった方がいらっしゃらない場合はですね、外部のアドバイザーとか、そのあたりもお使いいただくといいかなと思います。特にですね、ただで聞ける保健所さんなんてのは、いろいろと、活用されたらいいと思います。保健所さんの方にいろいろと聞いていただければですね、
あちらが親身になって答えていただけると思いますので、保健所さんの方に聞くと、まあ、これも一つの手です。で、チームはですね、このハセットチームというのは、作るだけじゃなくて、このハセットプランですね、この、これからやっていくハセットというものを作り上げるだけじゃなくって、その後も運用とか、定期的な見直しをかけて、さらにもっと良いものにするような、そういったことをする役割も担っております。とにかくハセップというのは作って満足して作って終わりではありません。実際にやってみて、改善して、そしてどんどんいいものを作り上げていく、このプロセスが非常に大事になっておりますので、これがですね、ハセップチームの役割だというふうに思っておいてください。特に作った初年度に、全く完璧なものが出来上がるというのは、まあ、ありえないですね。私もハセップの構築をやったことあるんですけども、その時はですね、もう作っても本当にもうやりきった感がもういっぱいでですね、満足して終わっちゃったんですけれども、やっぱりやっていくと、バラ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 となんか違うのが出てきたりとかですね、この思ったのと違うとかですね、こういったところをやらなきゃいけないとか、いろいろと、まあ、改善というか、まあ、問題点が出てきまして、その度にこうやり直し、やり直し、やり直しってやってると、なんでしょうね、こう作った時の方が圧倒的に楽だったなというふうに思いました。盲目的に突っ走って作ってる時の方が圧倒的に楽で、そこからの維持継続が非常に大変だなっていうのは痛感しております。でもそこが一番大事なので、まあ諦めずにやっていかないといけないなというふうには思っております。ハセップを作るだけで満足してはいけませんよ、ここです。ここですね。 PDCA サイクルっていうのはいろんなところで聞かれたことあると思いますけれども、ハセップも同じです。プラン、計画を立てて、ルール実施して、それを監査して、で、それに対して見直しをかけて、もうこれをどん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 繰り返していきます。それが非常に皆さんにとって一番いい、ルールとかハセップというものを、取り入れる一番有効な手段になりますので、ここは忘れずにどんどんやっていただきたいなというふうに思います。では次にですね、仕様書を作りましょうというところに行きたいなというふうに思います。製品使用書。この製品使用書というものの中にいろんな情報を書いていってくださいねっていうのがこちらで言われております。名称とか種類とか原材料とかですね、いろんなものをわーって書いていくわけなんですけれども、そこから順番に書いていってしまうとですね、なかなかこの下の方に行くと力尽きてしまう場合がありますが、ここで一番重要なのはこちらです。8番と9番。必食または利用方法、それから販売、どのような方たちに販売するか、ここをしっかりと考えましょうね。これが一番大事でございます。上からやってって下の方で力つけるんではなくって、まずこの8番と9番をまず最初に考えることをご提案したいなというふうに思います。誰がどんなふうに食べるのか、どのように提供されるのかですね、そういったことを考えるのが非常に大事です。特に、例えば免疫の、まあ、例えば高齢者の方だったりとか、小さなお子様だったりとか、まあ、そういった、まあ、やっぱりちょっとね、免疫の方にが少し弱い方、そういった方たちがもし食べるんであれば、そもそも、もしここでそういったものが発覚というか、検討した結果、そうなったっていうならば、そもそもの商品設計を変えないといけないという場合も出てくると思います。それくらい、この8番と9番っていうのは非常に大事です。これを検討するっていうのは非常に大事ですので、忘れないようにしていただきたいなというふうに思います。特にこの9番ですね。一般消費者みたいな形でさらっと言ってしまう企業さんが多いんですけれども、一般って何だというところをしっかりと考える必要があります。普通の人とか一般の人とかっていうふうに言ってしまったらそれで終わっちゃいますので、そうではなくて、ちゃんとその中にはどういった方たちがいらっしゃるかっていうのをしっかりと考える必要があります。例えばですね、乳児に関しましては、乳児ボツリヌス症というものがございます。蜂蜜をですね、もし乳児に与えてしまった場合、乳児は腸内細菌の層っていうのがきちんと出来上がっておりませんので、蜂蜜にボツリヌス菌がいてた場合、そのボツリヌス菌が、体に入ってですね、そのまま乳児は亡くなってしまう可能性が、非常に高いです。大人であれば、
その程度が入ってきたとしても大した問題ではありませんけれども、乳児の場合は蜂蜜、ね、蜂蜜は非常に栄養が高くてですね、すごい健康に良さそう、いい食品だというふうにみんな思ってると思いますけれども、乳児にとってはそうではないよ。つまり消費者がどの方が消費するかによって、それは毒にも薬にもなるという形になります。蜂蜜の方ですね、まあ、裏面とか見られたらですね、そういった形で乳児には与えないでくださいみたいなのが、まあ、ちっちゃく表示で書かれているのが、まあ、ほとんど書いてありますので、そちらまたご確認いただきたいなというふうに思います。8番9番は大事ですよっていうことです。で、そこまで、手順3まで来ましたけれども、次にフローダイアグラムを作っていきたいというふうに思います。フローの中には、たくさんのものを書いていただかないといけません。工程だけ書くのではなくて、そこにいろんな情報ですね、工程に関するいろんな情報を書いていただかないといけません。ただですね、いっぱい書きまくるとですね、非常に大変なんですけれども、絶対に欲しいのは、とにかく食の安全に関わるものですね。工程の中で食品の安全を守るためにやっている工程、管理手段とかですね、いろんなルールとか、そのあたりは書いていていただきたいなというふうに思います。例として、サバの切り身をこちらで、一緒に考えていきたいなと思います。サバの切り身を作るときのフローダイアグラムの例になります。こちらですね、見ていただいて、皆さん何かこう、なんか特徴みたいなのが皆さんの中で思い浮かぶでしょうか。サバがあって、水道水があって、氷があって、容器保存があってっていうことで、まあ、非常にしっかりとまとまっているフローダイアグラムなんですけども、ここで気になるのは、温度が非常に多いなっていうの。こちらが、すごく特徴的なフローになります。いろんなところにですね、温度がいっぱい書かれております。こんだけいろんな工程で温度をちゃんと確認しよう、まあ、温度がちゃんと維持しなきゃいけないよっていうのがこのフローで言われているんですけれども、これなんでそんなに温度って書いてるかっていうと、これはこの工程を考えた方にとってですね、やっぱりヒスタミンをすごく気にしてらっしゃるというのがこのフローで分かってくるかなと思います。ヒスタミンを気にしてるがゆえに、温度をここまでしっかりと管理しようね。温度とは、それが時間ですね。何分以内とかですね、非常に、厳しい、ルールを決められておりますけれども、温度と時間をここまで、やってらっしゃるということは、ヒスタミンをとにかく気にしてるんだよっていうのがここでわかるかなと思います。それから、水道水。しかもですね、塩素、残留塩素もきちんと確認して、要は清潔な水道水を使って、洗いますっていうのがこちらの工程で書いておりますので、つまりこれをやってるということは、この腸炎ミグリオという、まあ、そういった食中毒も気にしているのがこのフローで分かってくるかと思います。つまりですね、第三者が見ても、全く関係のない人間のこのフローを見たとしても、何を気にしているのか、どんな食中毒を気にしてこの対策を取っているのかっていうのが第三者が見ても分かるような、そういったフローダイアグラムにされると非常にいいという、まあ、こういったいい事例ということでご紹介させていただきました。それから、施設の図面というものも作っていくというふうにこちらではなっておりますが、例としてこういった形でですね、工場の図面をこちらに、写しております。これはですね、まあ、ゾーニングを書いているわけですね。どこが、まあ、汚染区、つまり、まあ、外と近くって、そんなに清潔度が高くない場所がどこで、で清潔度の高い清潔区はどこでっていうのをこんな風にたくさん、いろんなこの部屋はどうです、この部屋はどうですという形で書いております。ただ、こういったゾーニング図を書いている工場さんというのは相当大きなところですね。小さなところとかだと、まあ、なかなかこうやって区分けすることもありません。部屋もそんなにですね、何部屋もあるような工場ばかりではありませんし、または飲食店みたいなところになると、厨房なんてワンルームですよね。そんな2部屋も2部屋もあるようなところっていうのはなかなかないということなんで、こういったことが書けるのはなんか大きな工場さんです。じゃあちっちゃな
ところ、飲食店さんとかちっちゃな工場さんはじゃあどうしたらいいかっていうところで、こうやって区分けができないよ、じゃあどうするってなった場合、こういう平面的な二次元で考えるのではなくって、三次元で考えていただいても結構です。こういうふうに大きければですね、この部屋は汚い、この部屋は綺麗というふうにできますけれども、それができない場合は、まあ、要は床はちょっと汚いけれども、腰から上は清潔にしましょうね、みたいな感じで、高さ、地面に近いところと、それから高いところ、この2つで、清潔であるとか清潔じゃないとかっていうのを考えていただくのも一つの手でございます。次にですね、動線図、人、物、これがどのように、出たり入ったり出たり入ったりしてるかなっていうのをこうやって図面で表す。まあ、この動線図っていうのを書きなさいね、みたいなことがよく言われます。これを知ることで、うちの工場がどういうふうな、人とか物が流れていってるかっていうのもこれで見えてくるわけなんですが、まあ、こんな感じでですね、垂直にカクカクときちっとですね、ロボットのようにですね、動くようなそんな、まあ、物も人も実際はないわけですね。実際はどうかっていうともうこんな状態です。ぐる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 出たり入ったり出たり入ったりですね、いろんな順番で部屋も入る順番だって決まってるわけじゃないですからね、右から入って左から出るとかそういったのも決まってるわけじゃないんで、もうわーっといろんなところをうろうろしてる、これがまあ実際はこういう状態ですよ。理想ですね、あくまでこの垂直なんてっていうのはありますので、実際の動線がどうかっていうのもやっぱりしっかりと考えないといけません。特に繁忙期、通常はまあ、皆さんも見慣れている、いや通常の製造の状態だったら見慣れているので、ある程度把握しているかもしれませんけれども、繁忙期なんていうのはもうこんなところじゃないわけですね。しかも、全く今までうちに来てませんでしたって、初めましてみたいな人たちも大量に来るわけなんですが、当然、動線もまた分かんなくなってくるわけです。初めましての人に対してですね、すべての動線を教えるとか絶対無理なんで、ある程度のルールぐらいしか言うことはできませんので、そうなると、初めての人っていうのはどんな動線通るかなっていうのは本当に分かんなくなってしまいます。惣菜工場とかですとですね、特に、節分の時ですね、その時は、まあ、大変です。非常にある意味年末年始なんかよりもずっと大変なわけなんです。一日集中型なので、非常に年末年始なんかよりもずっと大変なんですが、もうそうなってくるともういろんなところからお手伝い行きましたみたいな感じでやってくるわけですね。本社から来たりとかですね、スポットで入っていただいたりとか、まあ、そんな人たちが大量に来るわけなんで、そうなるともうこんなところじゃないわけですね。まあ、そういったところがあるよっていうのは把握しておく必要があります。どういった動線になるかっていうのを把握しておいて、で、その動線になったらどんな危害があるのかなっていうのを考えていかないといけません。それから保守点検の人、設備担当の人とか、ね、あとは業者さんが入ってくる場合もありますね。外からメーカー、機械のメーカーさんが入ってくる場合もあります。保守点検の人、この人たちも要注意です。この人たちは我々食品を作る人とは全く違う動線、全く違う目的で入ってくるわけですから、この人たちの動きも要注意です。きちんと教育された食品の安全に関してある程度教育された人でないとですね、いらんところを開けたり、パネルを開けたりとかですね、まあ、そしたらパネルからなんかゴキブリが出てきたりとか、まあ、そういった可能性もなくはないです。普段開けられるようなところですからね。で、普段開けないよう なんか開かずの扉の中の入っていたりとかですね、下手したら天井に登っていく場合もあります。天井がちょっととか言って、天井にわーって登っていってですね、降りてきたなと思ったら、もうほこりまみれで降りてきたりとかですね、そういった場合もあります。保守点検の人たちっていうのは非常に、ちょっと要注意な部分になりますので、きちんとその保守点検の人たちにも食品の安全を守るためにどうしないといけないかっていうのは教育すべきことになります。手洗いしましょうとかそれだけじゃありません。皆さん、この人たちが作業しているときにどういったことに気をつけないといけないかっていうのは非常に重要なことになってまいりますので、この人たちの動きっていうのを工場を扱われるの管理をされる方はですね、しっかりと把握していきましょう。
私のところもですね、その保守点検の人がですね、ネジだかボルトだか忘れましたけれども、それを置き忘れて、それが食品に入って、とんでもない目に遭ったこともあります。まあ、そういった形でですね、普段の食品を作っている人たちとは全く違う動き、全く違う目的でここに来ていますので、その方たちにもしっかりと教え込むというのは非常に大事なことになります。いろんな人が入ってくるとですね、もうこれはもう分かんないですね。本当に何があるやら全然分からんなという状態になってきますけど、実態はこうなんで、この直線の線を書いて満足してはいけませんよということです。これでよしよしという形になるんじゃなくて、実態をちゃんと把握して、その上で何が大事か、何が危険かっていうのを見極めていってください。で次にですね、まあ、こうやっていろいろと、まあ、非常で確認、非常でですね、いろんな文章を作り上げていくわけなんですね。それを見える化してやっていくわけなんですが、次に手順の5で現場確認。これも非常に大事なところになっております。現場確認ですね。とにかく、スクールの上で書いたものっていうのは大抵違います。現場に実際に入っていきますと、全然合ってませんよっていう場合は、往々にして非常にあります。それはなぜかというとですね、まあ、要は、現場の方で、現場にいらっしゃる方たちが、いろいろ変えていくんですね。まあ、中には、楽したいからって言って変える人もいますけれども、まあ、そういった方が多いお国もあるというふうには聞いておりますが、現場の方がですね、楽になりたいからつっても右から左に変えたりとかですね、この工程もいらねえんじゃねえかみたいな感じで勝手に変えたりする場合もあります。でそれをですね、現場の方はやってますけれども、知らぬは管理職ばかり、椅子に座っているような管理職は全く知らない状態で、たまに中に入ったらびっくりみたいな状態も非常に多いです。で特にあと日本の場合ですね、良かれと思って変える場合も多いですね。特に小集団活動とかですね、なんか改善活動とか、そのあたり聞いたことあると思います。で、実際にやってらっしゃる会社さんも非常に多く、ございますので、なんか5S だとかですね、改善活動だみたいな感じで、まあ、トヨタさんのね、そのスピリットというかやり方を学んで、そういう本とかもいっぱい出てますので、そういったのを学んで、じゃあうちたちも我々もやるぞみたいな感じでやってらっしゃる工場さんも非常に多いと思います。そうなるとですね、良かれと思ってこっちの方がいいだろう、こっちの方が生産性が上がるとかですね、まあ、そういったことでいろいろと、もともと決まってたルールっていうのを変える場合も非常に多くございますので、とにかく現場確認は、絶対にやりましょう。それも一回やって満足ではなくって、定期的にやる方がいいと思います。そして一人でやるにはやっぱりちょっと大変ですし、複数の目で見ないと漏れが発生しますので、チームを組んで現場の確認に行くというのも、これも非常に大事な工程、手順になっております。では、続いてハセッププランの作成というところなんですけれども、いよいよ、正念場がやってまいりました。このハセッププランの作成の方に参りたいと思います。こちらですね、下の、まあ、手順の方ができましたけれども、そこから次、原則1から原則7の部分がハセッププランの作成となっております。ではまず、被害要因分析と CCP の決定の方に行きたいと思います。この被害要因分析というのは、原材料製造工程における潜在的な被害要因について、被害の起こりやすさや起こった場合の迅速度を評価し、被害要因の管理の方法を明らかにすることとなっておりますけれども、ここでちょっとこけちゃう、要は挫折しちゃう場合も多いかなと思います。なかなかですね、ここには、そこそこ、まあ、ちょっと専門的な知識も必要だったりしますし、人数も必要だったりするので、まあ、十分なちょっと人数が確保できない、人材が確保できないということで、ちょっと挫折しちゃう方もいらっしゃるかなと思います。みんなですね、いろいろなトラブルを経て、だんだん力量が上がってくるので、うまく、まあ、この被害要因分析を本当に、いろいろと改善していくため、改善というかよくきちんとやっていくためには、それなりの経験が必要になってまいります。ですが、まあ、まずはそれを最初に挫折をせずにですね、きちんと考えていく。まずは今の皆さんの、状態でですね、きちんと今の現状として、まずは考えてみることが大事だなというふうに思いますので、まずこちらをやっていただきたいというふうに思います。
で、被害要因分析に関しましては、すべて可能性のある被害を洗い出すことが大事です。何か危険なものがないかなとかですね、やばいものがないかなとか、そのあたりを、洗い出して、それをきちんとリストとして上げていってください。で、そのやばいものが本当に、表面化した場合、今はもしかしたらいるかもしれないとか、こういうことがあるかもしれないっていうことで、思うものがですね、実際にじゃあそれが表面化してきた場合、今までは隠れていたけれども、実際にそれが表に出てきた場合にどういったことが発生するかなっていう、そちらも考えてください。どのような危害が、人が亡くなるぐらい危ないものなのか、それとも、まあ、一時的な、ちょっと、嘔吐して終わるものなのかとかですね、怪我をするのかとか、そういったこと、まあ、どれぐらい深刻かとか、それからそれがどれぐらい頻繁に表に出てくるか、このあたりも、考えていきましょう。それによってですね、対処すべきかどうかっていうのを判定していきます。まあ、このあたりはですね、まあ、本当に難しい部分が多いです。巷にですね、同業他社さんの情報が溢れているわけでもありませんし、なかなか経験したことでないとここに出せなかったりとかいうふうにあります。で、まあ、いろんな文章とか読んだとしても、まあ、なんとなく、ね、目に見えないのでよくわからんという場合も多いと思いますので、感覚でちょっと判断される場合も多いと思います。重篤度とかですね、頻繁かどうかっていうのはもう、なんとなくでしかやっぱりわかんないですね。これは会社さんによってそれぞれだと思います。週に1回を頻繁と取るのか、そういったところもやっぱり会社さんによって変わってきますので、そこはもう感覚でしかないと思います。しかし、これらをみんなで自分たちで検討する。この辺が非常に重要なことになります。検討することに意味があると思っておいてください。そして、もし検討した結果、これは深刻だ、これは頻繁に起こると思えば、それに対して対処を考えていきます。例えば、食の安全以外で例を出しますとですね、このようなヤブがもしあった場合、ここでですね、可能性としての危害要因は何かというものを考えていきたいと思います。これ、こんなヤブにですね、さあ今から行ってくださいってなった場合、何が皆さん気になるでしょうか。まあ本当に、ね、いろいろ隠れてて見えなくなってしまっておりますので、本当にわかんないんですけれども、こういった場合ですね、まあ、いわゆるダニだとかですね、虫だとか、まあ、いろんな被害がちょっと想像として出てくるかなと思いますが、まあ、一番ちょっとやばいんじゃないのっていうのは、やっぱりマムシですね。噛まれたらえらいことになりますので、こんなマムシがここに潜んでたら非常に危ないぞっていうふうに、それを考える。まあ、被害要因ですね。このマムシ自体、マムシがこの被害要因になってまいります。で、このマムシがですね、当然表面化してきた、もう目の前にいるぞってなってくると、もうそれは重大な被害要因として認識されます。そうすればですね、まあ、こんなとこのマムシがいるぞと分かってるヤブに入りますよ、さあ今からってなった場合、皆さんそのまま行かないですよね。短パン T シャツで履いたりとか、そういうことはされないと思います。長靴を履くとかですね、ゴム手袋をするとかですね、いろんな防御策をして初めて入っていくと思います。これが管理手段です。マムシが被害要因、ヤブの中に入っていきますよ。で、その時にこいつが危ないぞってなった場合ですね、長靴履きます、手袋します、みたいな形で防御をされると思いますが、その防御が管理手段になります。またはですね、このマムシがまあちょっとどこいるんだろうけれども、どこにいるかわかんないぞってなった場合、なんか棒みたいなのを用意してですね、それをこう叩いて回ると思います。叩いてですね、マムシをこうどかしながら進んだりとか、そういったこともされると思いますが、こういった対応も管理手段になります。いるのは分かってるけれども、どこにいるか分かんないし、まあ、知らずに入ったら噛まれるかもしれない、だから棒でこうバンバン叩いてですね、マムシをどけながら行くっていう、これも管理手段です。マムシが被害要因で、それ以外のそのための対策っていうのが管理手段だというふうに覚えておいてください。で、次に、重要管理点。被害要因をいろいろと洗い出しましたけれども、これはまずいぞっていうものに関しては何かを対策をします。その対策で、この対策をしないと、このやばいものを抑え込めない。先ほどみたいにマムシもこういう対策をしないと、高確率では私は噛まれるっていう場合はですね、その皆さんが長靴履くとか棒で叩くっていう、この管理手段が CCP というふうになります。これが CCP の決定というところになります。
一番大事なこの自分たちの食品を作る工程の上で一番大事、これを管理しないとまずいぞ、安全な食品が作れないぞ、じゃあそのためにどうする、こういったことをやろう、こういったことをやろう、これが CCP になります。 CCP と決めた工程に関しましては、モニタリングというものも必要になってきます。でも決めたはいいけれどもやっといてっていうわけじゃなくって、きちんとちゃんとできているかどうかですね、もしくはその決めた対策が果たして本当に有効なのかどうか、やってはいるけれども全然役に立たないっていうのもなきにしもあらずなので、きちんと役に立っているのか有効なのかどうかを確認するために、モニタリングという行為を、行わないといけません。ただそのモニタリングもですね、一応、まあ、でいろいろとこう頻度を決めて確認していくわけですが、まあ、別にですね、連続じゃないといけないとか、そういうわけではございません。会社さん、それぞれの事業者さんで決めた妥当だと思う頻度で確認していただければいいと思います。一番は、まあ、とにかく絶対に、防がないといけないのは、そうやって危ないものをお客様の口に入れることになりますので、それまでになんとかその危ないかもしれない商品をどうにか撤去したりとか、どうにか防ぐことができるんであれば、まあ、特にその頻度というのはこうじゃないといけないよっていうルールはありませんので、そのあたりは、各事業者さんの方で考えていただきたいなというふうに思います。イネソバの例に関しましてはまた、資料の方をご確認いただきたいと思います。私の方で一つ、お話ししたいのはこの鶏の唐揚げに関する部分ですね。鶏の唐揚げに関しまして、CCP の製氷というものを作っております。こちら CCP の製氷というものの例をこちらに挙げております。こちらですね、CCP の製氷と言いますけれども、よくこれをハセックプランと呼ばれる場合も多いんですけれども、ハセックプランの場合は、まあ、必要となる文書とか、まあ、一気にファイリングして大量の書類とかを一気にまとめないといけませんので、それはそうではなくって、こうやって1枚にこうまとめて、分かるように分かりやすく作っている、この辺はですね、CCP 整理表というふうに読んでいただくのがふさわしいかなというふうに思います。で、この例だとですね、要は危害、先ほどのマムシに相当するのは、サンピロバクター、サルモネラ、腸管神経性大腸菌ですよという形で決められておいて、そういうふうに、検討されたというふうになっております。そしてそれをどうにかする、これを抑え込むために何をしますかって言ったときに、要は加熱をしますというふうに書かれております。で、そのときには170度2分で加熱をしますよっていうふうに決められておりまして、で、それは何でかっていうと、鶏の唐揚げの中心温度が75度1分以上になるように、確認をする。この度にですね、170度2分で加熱しますよ。そして、もしそれを逸脱した場合は廃棄しますよっていう形で書かれております。検証方法というところでは、振り返りを実施しますので、それから前もっての検証もございます。過酷な条件で検証することも多いですし、原料はどんどん変わっていきますので、いろんなパターンであらかじめ、いろいろと調整をした上でこれにしましょうという形で、今この CCP 整理表の方では書かれております。では、鳥であれば加熱が CCP だというふうに決めた、まあ、これが手順の7、原則の2の方になります。次にですね、許容限界を設定しましょうというところに行きます。許容限界、CL と言いますけれども、CCP において管理されなければならない生物学的、化学的、または物理的な危害の使用の最大値または最小値または管理編というところで、ちょっと難しい言い方で、いまいちよく分かりにくいかなというふうに思いますので、ちょっと別の例です。言ってみましょう。CL というのは、要は超えちゃいけない一線のことを言います。道路で言うならば、ガードレールですね。このガードレールを超えると、まあ、要は最初に落ちていくわけなんで、ここを超えちゃいけませんよ。それが CL です。そして、で、CL というのはいくつも設定できるわけなんですけれども、例えば先ほどの鶏の唐揚げであれば、油の温度と
で油の温度だけじゃないですね。それから時間、この温度の温度でこのだけの時間を加熱する、これが、2パターン、2つのパラメーターで出てくるわけなんですけれども、こういった形で複数つ、設定することはできます。で CL の要件としてはとにかく根拠が必要です。別に論文である必要はないんですけれども、監修でも OK です。今までの経験値とか、そういったものもありますけれども、そういったものでも構いませんが、とにかく CL を設定するにあたっては根拠が必要になってきます。例えば75度1分とかもですね、科学的根拠があるわけではありませんので、そちらは検討の上、決めていただきたいと思います。そして、できるだけ即座に判断できるといいかなと思います。製品を、培養しないとわからないというような場合もあると思いますけれども、そうであったとしてもとにかくお客さんの口に入るのを防げばいいだけですので、そのあたりも各事業所さんの方でお考えいただきたいなというふうに思います。そしてですね、ガードレールだけではやっぱりそれは危ないですよね。そのガードレールがあるからといってですね、そこの学生をこのギリギリまで走っているとですね、いつかやっぱり突き抜けてしまうことがあるので、それじゃ危ないので、こちら OL というものを設定いたします。これはオペレーションリミットということなんですが、ガードレールを超えると危険ですので、 OL、 とにかくこの白線までで運転をしましょうというこの考え方が、CL と OL の違いになります。この CL とガードレールとこの側線が、距離が空けば空くほど当然安全ですよね。こうどん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 離れていけばいくほどですね、ガードレールを突き破るリスクっていうのは非常に減っていきますが、ただあんまり離れすぎると逆に対向車線の方に行ってしまって別の問題が出てきますので、きちんとこの距離っていうのは適切に保つことが大事です。またこの写真のようにですね、 CL で、申し訳ありません、OL の管理の方でこれでそのまま行けばいいやみたいな感じでこうブーッと走っていったとしてもですね、いきなりこう突き破って電柱みたいな、こういったパターン、電柱みたいなことが発生する場合もあります。このまま要はこの状態で進んでいっても危なくなってしまう、要はサイドミラーでもぶっ壊していきそうな感じでなってしまう可能性もありますので、そういった部分でも臨機応変に対応しないといけません。適切な距離を保つように、対応しないといけませんので、そちらも検討する必要がございます。そうですね、許容限界 CL の方で、こちらの方がセットの唐揚げで設定されております。次にじゃあその、基準を決めました。じゃあ次にそのモニタリング、どのようにその基準に関してチェックしていくかっていうのを決めていきます。それがモニタリング方法の設定というところになりまして、こちらの頻度はですね、本当に事業所さん次第ということになります。あとはどういったものを対象にするかにもよってきますけれども、もし決められたルールとかが非常に安定しているのであれば、そんなに見なくってもずっと変わらず安定してやってるなっていうふうに思うのであれば、それほどモニタリングの頻度っていうのを上げる必要はございません。ただしですね、初めてやる工程ですとか、それからちょっとこれはやっぱりいろいろと見ないと、なかなか不安定ですよと、ばらついたりとかしますよみたいなことがあるんであれば、モニタリングというのはそれなりの頻度でやっていく必要があります。モニタリングはとにかくですね、最初から最後の商品までをきちんと安全であると、最初にできた商品から最後にできた商品まできちんと安全、すべて安全ですよっていうのを担保できるように、速やかに結果を得られる、速やかに結果が得られる方法で、検討していただきたいと思います。何度も言いますが、それはもう事業者さんによって様々です。お客さんの口にさえ入らなければ、それまでにどのようにされるかというのは、事業者さんのことで検討してください。ですね、こちらに関しましては、この例に関しましては、毎回フライヤーの標準を目視で確認する、それから毎回タイマーでフライヤーの時間を確認するというふうに書かれております。毎回っていうのも、それらの事業者さんごとですね、1時間に1遍する方もいらっしゃれば、バッチごと、ロットごと、そういった方でやる場合もあるかと思います。で次にですね、こうやってモニタリングをしました、いろいろとチェックをしました、でもそれに対して、やっぱり逸脱する場合がございます。きちんとやってるけれども、
それでもダメだった場合っていうのがありますので、じゃあそういった逸脱した場合にどうするかっていうのをあらかじめ考えておくのが、この是正措置の設定になります。是正措置、CCP において逸脱が発生したときにどう行うべき一連の作業のことを言います。で、なぜそれをじゃああらかじめ決めとかなきゃいけないかっていうのはですね、被害を招く恐れのある製品、要は安全じゃないかもしれないものがお客さんの口に入っちゃう、まあ、でもあとは流通段階に入るとですね、これを撤収するっていうのは非常にコストも時間もかかりますので、まあ、そういったことをですね、速やかに阻止できるように、そのために是正措置というのをあらかじめ決めておく必要があります。それから CCP の管理状態をすぐに正常に戻してですね、ダメだったって、そのままずっと放置ではなくて、すぐに正常を戻して、そこから先作るものも安全であることを速やかにやらないと、100パック作ろうと思ったものが70しかできませんでしたとかいうことになります。やっぱり清掃を担う人間としてはですね、出荷は絶対ですので、発注されたものを確実にその数作って、その数を出荷するっていうのは製造の人の責任になりますので、これを、行うためには是正措置というものをあらかじめ決めておく必要があります。で、例としましてはですね、製品に対する措置、問題が起きたかもしれなくって安全じゃないかもしれないよっていう商品に関しましては、まずその範囲を特定します。ここからここまでがちょっと危ないかもしれないっていうふうに範囲を特定して、でそれをですね、さあどうしますかっていうのを決めます。廃棄しますか、もしくはもう一度加工をし直すとか、いろんなやり方があると思いますけれども、そちらをしないと、製品に対して危ないかもしれない製品に対して何をするかっていうのを考えるのがまず1点。それから工程に対する措置というところで、何か逸脱、まあ、例えば温度が上がらなかったとかですね、タイマーが壊れてた、まあ、そういったことがあると思いますが、その場合逸脱の原因を究明して、それをまず直すのが、まず最初ですよね。温度が上がらないっていうんだったら、まずはそれを上げましょう。スイッチ入れてなかったとかいろいろあるかもしれませんけれども、逸脱に関してまずそれを修正するのが、まず最初にされると思いますが、それだけではダメです。なんでじゃあこういうことが起こったのかっていう根本原因ですね。これを見つけ出すのが非常に是正において重要です。よくなぜなぜ分析とかありますけれども、なぜなぜ誤解をやりなさいとかよく言われます。そのなぜなぜ誤解をやって根本原因を見つけ出すのは是正において非常に重要です。ミスったからとかですね、うっかりしてましたみたいな感じで終わってしまうと、これは、高確率でまた起こります。注意しましたとかですね、よく言うんですけれども、何か誰々それさんがうっかりしてましたので、今回こういうことが起こりました。なので注意しました、みたいな感じで言われる場合がありますが、そういった場合は高確率でもう一回起こります。これは何度も何度も経験しましたけれども、そうなってしまうと同じことを何度も何度も繰り返さないといけなくなりますので、それを二度と起こさないために、そういった危ないかもしれない商品を作ってしまうとかですね、やり直しをしなきゃいけないとか、そういったことが二度と起こらないように根本原因を除去する、これは非常に重要ですので、ここにはかなり注力された方がいいと思います。なぜなぜ誤解とか言いますけれども、それぐらいですね、なんでそうなったの、じゃあそれはなんでなの、なんでなのっていう形でどんどんと深掘りしていく、それぐらいやらないと本当の原因ってなかなか難しいですね。記憶も定かじゃありませんとかですね、記録を見ても全然分かりませんとか、そういった場合もありますので、こちら、ね、非常に重要ですので、頑張って対応していきたいなというふうに思っております。次に、検証方法というところに入っていきます。検証方法、少しだけお伝えしましたけれども、振り返りになりますね。いろいろと取り組みをされました。いろいろモニタリングをしました。でその時にですね、まあ一日ちゃんとできたかなとかですね、今日はやり方を OK だったかなみたいな感じで検証をしてまいります。まあ一日一回検証する場合もあれば、例えば月に一回その全体を通してどうだったとかいう形で振り返る場合もございますけれども、検証に関しましては振り返りという作業になっております。で、妥当性確認というものもその中にございまして、妥当性確認というのはどういうことかというと、振り返りではなく、あらかじめ
その商品の、まあ、こんな感じで作りますよっていうふうに決めるときにですね、その前に、実際にやる前に、あらかじめいろいろと実験をしたりとかですね、やって、どういったパターンであったとしても、自分たちが求める状況、状態が確保できるように、いろいろと、まあ、展開しなかい、こう、実験していく。まあ、それが、まあ、妥当性確認ですね。例えば、鶏の唐揚げであれば、わざと、まあ、大きめの唐揚げの肉を作って、それでをフライヤーに入れてみる。それで同じように工程で、170度2分ですかね。それをやってみても、それでも問題ないかとかをですね、確認してみたり。例えば、フライヤーに10個唐揚げを入れるのと100個唐揚げを入れるのとでは、フライヤーの状態は変わってきますので、それでも大丈夫なのかっていうのをいろいろと検証したり。そのあたりが、まあ、よく妥当性確認としてされるものになります。だから CCP に対する検証としては、機械の構成というものも設定します。温度計とかですね、これが合ってるかどうかは、まあ、定かではありませんので、きちんとそれを確認するために構成とかもします。それから記録とかのレビュー、見直しとか振り返りですね、記録とかをもう一度見直しましょう。それから、まあ、それによってお客様のお申し出、要はクレームが出てる出てないとかも確認していきます。それだけじゃなくてですね、ハセップシステム全体、例えば鶏の唐揚げ単品ではなくって、あくまでその事業所さんの一連のそういったハセップに関わるいろんな作業をされていると思うんですけれども、その作業に対して全体を通して問題ないかなとかですね、この状態、こういうやり方でうちはやっていけるかなとかですね、そういったことを確認する、レビューというものも、検証の中に入ってきます。よくマネジメントレビューというふうに言いますけれども、社長とか工場長とか、そのあたりの方たちが全体を通して評価する。これも検証になります。第三者検証というのもありまして、全くの外部の、第三者の人たちがですね、チェックをしに来て、そちらの事業所さんの状態がいいのか悪いのかとかですね、そういったことを確認する、こういった検証もあります。で最後に、記録と保存方法の設定というところで、これらの取り組みをですね、まあ、いろいろと記録をしていくわけですが、何でもあればいいというわけではありません。やっていくとですね、記録ばっかりになってきて非常に大変になりますので、いろいろと、まあ、記録した方がいいかなと思うことはたくさんあれどですね、その中でも、やはり食品安全に関わる箇所に関しては、きちんと記録を残していきましょう。もちろん品質面も、入れていただいて結構です。その本社の商品にとって非常に大事なパラメーターで品質の部分があるのであれば、それも、入れていただく。という形で、このあたりは何を記録として残すかっていうのは、事業者さんごとに出選択されたらいいかなと思います。ですね。こういった形で、手順の8から12をまとめた表、これを CCP 整理表というふうに言います。こちらがまあ例になりますけれども、このようにまとめられると非常に分かりやすくなってまいります。では、ハセップの制度化の方に行きたいなと思います。ハセップの制度化に参ります。まずですね、この食中毒被害実態の推計という、こういった、調査をされた、内容があるんですけれども、これ事前にもし見られた方、いらっしゃったら、あれ？なんかちょっと思ってたのと違うなっていうふうに思われたかもしれません。こちらは、まあ、一つの県をですね、対象にして、どれぐらい潜在的な食中毒の人がいるかっていうのを調べて、で、それをですね、全国で考えてみた場合、どれぐらいの人数がいらっしゃるかなっていうのを、推定した結果になります。実際はですね、食中毒の患者数というのは、この、大体何千人程度、何百人とかなんですけれども、それをですね、本当にそれだけなのか、言われて、表に出てないだけで、本当はこれぐらいいるんじゃないかっていうのを推定したのがこの数字になりまして、非常にですね、思った以上に相当な数がいらっしゃる可能性が出てきたという、まあ、そういった調査結果になります。特にカンピロバクター、サルモネラ、腸炎ビブリオ、この3つが今この表に出てくるわけなんですけれども、まあ、なかなかの人数ですよね。普段ニュースに出ているのは、要は氷山の一角じゃないかというふうなことがこちらでわかります。まあ、これを見てですね、まあ、非常になかなかインパクトのある調査結果になっておりますので、ハセップの制度化が進んだと言われております。また、この推定した結果をもとに、
例えばアメリカと比較した場合に、じゃあ我が国はどうなんだっていうのを、出展したのがこちらになります。でこれを見たときにですね、アメリカはなぜ日本よりも人口が非常に多いわけですね。なのにこの食中毒の患者の推定の人数になりますと、随分とやっぱり日本は全体の人数が少ない割にはえらい多いなっていうのが、こちら見られ、わかるかと思います。でアメリカなんていうのは特に移民も多いですし、まあ、言語も文化もいろいろな方たちが多い中で、まあ、つまりですね、なかなかそのルールを守ろうとかですね、まあ、そういったことも、あとコミュニケーションとかもちょっと難しい場合があるんじゃないかなと、まあ、アメリカに関しては漠然とした予想をしてたわけなんですが、そういう状況でもありながら、日本に比べたら、あれなんかちょっと少ないぞっていうのがこちらになります。例えば、カンピロバクターっていうのは、まあ、鶏肉にたくさんいるわけなんですけれども、こちらに関しては、歴然たる違いですね。これ、なんでそういうことになるかっていうとですね、やっぱり鶏肉をアメリカは結構しっかり焼きます。ケンタッキーフライドチキンとかもそうなんですが、もう相当加熱して、中身真っ白みたいな状態で、やっておりますので、あんまりいらっしゃらない。逆に日本はどうかっていうとですね、ちょっとやっぱり何でしょう。もともとの国民性というか、その生っぽいのとかですね、ちょっと半生っぽいのを好むところがありますので、そういった意味で鶏も生で食べたりとか、生っぽいものは良しとしてやってる場合がありますので、そういう意味でカンピロバクターの患者数が非常に多くございます。で、サルモネラに関しては、生卵とか、そういったところから発生する場合が多いです。アメリカの場合は、牛肉とかが原因になるんですけれども、まあ、そうであったとしても人口比から考えると非常に少ない。それでもなぜかっていうと、やっぱり牛肉をよく焼いてるからなんですね。なので、とにかく焼くので、まあ、そのことではなかなか食中毒が起こらないぞっていうのが、まあ、アメリカなのかな。まあ、じゃあ日本はちょっとやっぱり半生を好む部分がありますので、このように食中毒の患者数、まあ、推定ではございますけれども、非常にちょっと多くなっております。これで、まあ、ハンセットの制度化っていうのは、進んでまいりました。で、制度化に関しましては、この3種があります。左というか、一番向こう側に関しましては、かなり高度なハセットになります。輸出向けとかですね、そういったことになるので、非常に大変な、なかなか要求事項も非常に多くて大変なハセットなんですが、真ん中は、コーデックスの考え方に基づいてハセットをやりましょうというのが真ん中で、そしてこちらはですね、ハセットの考え方を取り入れた衛生管理ということで、まあ、ほとんど動画見てらっしゃる方はこちらである可能性が非常に高いわけなんですけれども、この、まあ、3種類ありまして、まあ、そのどれかを選んで皆さんの方で頑張ってくださいねというふうになっております。で、まあ、これら3種を、国としては用意しまして、まあ、どれかを皆さんやっていただくことによって、なんとか我が国の、食の安全というものを、衛生管理というものを国際基準の水準まで引き上げたいというふうな思いがあります。で、先ほどですね、3種類ありましたけれども、一番まあちょっと厳しいところに、民間認証とかもございます。いろいろと民間認証があるわけなんですけれども、国際的なものとして ISO とか FSSC とか、まあ、そういったものがありまして、で国内のものだと、まあ、自治体ごととかですね、業界のハセットなどもいろいろございます。まあ、こうやってですね、非常にたくさん、ハセットと一言で言ったとしても、非常にたくさんありますので、この中にやっぱりどれを選んだらいいのかなっていうのが、ちょっと悩ましい部分だと思います。では、こちら、ちょっとどのような状態になっているか、まあ、それぞれがですね、どういった特徴があるかっていうのをご説明したいなと思います。まず、一般衛生管理というものがここにございますけれども、これだけをやったり、確認したりとかしてたのが、これは以前の昔のですね、保健所さんの立ち入り指導とかですね、営業許可に対しての要求事項、つまりこれをやらないと営業してはいけませんよみたいな部分のルールが、この一般衛生管理の部分だけになります。今はまあ保健所さんもですね、ハセットをやってるかやってないかっていうのを確認することが多くなりましたし、本当に直近で営業許可の申請を私もしたんですけれども、その時にハセットはどのように取り組まれているかっていうのをなんかチェックする欄がございました。あらかじめそれを先方に、保健所さんの方にですね、提出しないといけなくなりましたけれども、昔はここだけでした。で、その次に一般衛生管理のところにプラスハセットの考え方というものを取り入れた。まあ、ちょっと上に上積みされた部分。この辺が、
ネットワークの考え方を取り入れた衛星管理や、もしくは、日本の、決めた日本のハセップのシステムになります。もうそれの A の方ですね。次にハセップというものを、まあ、そのまま、一般衛星管理にプラスハセップというものをすべて、やった場合、先ほどの7原則12ページなどをやった場合、これがハセップに基づく衛星管理であったり、日本の JFS という要求事項に関してはその D 基準というふうに言われますけれども、こちらがこの範囲に入ります。ISO の22000に関しましては、これは国際的な認証なんですけれども、これは一般衛星管理の部分がほとんど消えまして、ハセップにプラス PDCA サイクル、これをマネジメントシステムといいますが、ハセップをうまく回すためにいろいろと PDCA を回していくわけなんですが、その仕組みを入れたものがこちら ISO の22000になります。直前の2018年バージョンの方でだいぶこの下が増えまして、ほとんど FSSC とかと変わらなくなってきたわけなんですけれども、一応原則はこちらになります。そして、それだけじゃやっぱり一般衛星管理が弱いので、一般衛星管理もしっかりしようじゃないかっていうところで、どーんと一般衛星管理が入っていって、一般衛星管理、ハセップ、PDCA 全部ひっくるめたものが、これが ISO の22000プラス、TS の22000の2-1っていうふうになってきます。で、その次に、これらにさらに各規格の折り、いろんな規格が世界中にあるわけなんですけれども、やっぱり得意分野とかですね、その業界にふさわ、そういうのに、合ってるとか、そういったことがありますので、そこら辺の各規格の売りが、上に入ってきて、それがまあいろいろと、こんないろんな種類がございますけれども、まあそれはその場で、決めて、まあ皆さんの方で必要な部分を取捨選択されたらいいかなと思いますが、まあ、こういった形で、認証というものが行われております。ということでですね、まあいろんなパターンがございますけれども、日本でビジネスをされるんであれば、この2つのこの丸の部分で十分だと思います。こちらですね、認証の方になっていくと、金もかかります、時間もかかります、非常に大変です、維持していくのは。なかなか結構高額ですので、高額だし、もうそれに結構1ヶ月ぐらいかかりきりになってしまうので、非常に大変なので、そこまではする必要は全くございません。あくまで日本でもしビジネスをされるんであれば、こちら。を目指していただいて、でこちらであったとしてもいろいろと工夫をしていっていただいてですね、改善をどんどん進めていけば、十二分に、非常にいい衛生管理というものができるかなというふうに思っておりますので、ぜひともこちらの方でしっかりとやっていただくのをお勧めいたします。ではですね、続いて一般衛生管理に関してお話ししていきたいというふうに思います。この三角形の部分というのは、先ほど、前半でもお伝えいたしましたけれども、3層に分かれているわけじゃありませんので、とにかく一体で考えてください。そして、まあ、それをまた別の表現でしますとですね、梅おかかおにぎりであれば、梅の部分がハセップ、味を引き締めるハセップは梅の部分、梅の部分がですね、ハセップだと思っておいてください。そしてそれ以外の味を引き締めるところまではいきませんけれども、でも梅をかくおにぎりの中で、まあ、ほとんどを担っていると言っても過言ではない、まあ、一番、ね、重要な、ある意味重要な部分というのが、これが一般衛生管理だというふうに思っていただきたいと思います。で一般衛生管理につきましては、多重防御が大事ですよということもお話ししましたので、ちょっとそこも思い出してください。プロセス、ハセットにおいてはプロセス管理なんですけれども、安全な食品を作るためには工場も一つのプロセスだと考えていただいて、そこにですね、原材料が入ってきた製品として出ていきます。ここでいろいろな防御を、使うことによってですね、最終的に製品を安全なものにしていきます。このようにですね、工場の丸のところに原料が入ってくるし、人が入ってくるしですね、配送のトラックが入ってくるし、まあ、それ以外にも電気とか機械とか空調とかですね、水とかいろんなものが入ってきます。で中には我々が目に見えないものですね、人とかだったら目に見えますけれども、そうではなく空気とか虫とか微生物とか目に見えないものも意図せず入ってきては出ていき、入っていきは出ていきということが今工場の中ではまさに行われている部分になります。でこれらを、なんとか、うまく管理するために多重防御としてですね、複数の防御策を用意して、それで、管理をしていくという方法を取ります。
それによってですね、最終的にこの製品を作る一番メインのところですね、ここが望ましい正常度になるように管理をしていきましょう。で、製品が出ていくときにも包装したりとかですね、冷蔵で配送したりとか、そういったことで製品を安全な状態でお客様に届ける、これも一つの防御になりますので、これらさまざまな打重防具を行うことによって安全な食品を作ります。ではそのいろんな防御の中、のご説明に入るわけなんですが、このそれをですね、一般衛生管理と言いますが、この一般衛生管理はこちらですね、17項目ございますので、一つ一つですね、やっていきます。たくさんありますけれども力尽きないようにいきましょう。ではまず立地環境ですね。工場がありますけれども、その周辺はどのような状態ですか。それに対して周辺からですね、いろんなリスク、いろんなものが飛んできたりとかですね、自分たちの製造工程に悪影響を及ぼすことはないですかっていうのを確認します。これ見て皆さんどうでしょうか。なんか犬猫はダメだとかですね、鳥の糞は危ないぞ、川があってはダメだとかですね、いろいろ書いてありますけれども、こんなですね、これもダメ、あれもダメって言い出すとですね、まあ、狭い日本の中でですね、なかなか工場なんて建てられない。皆さんの建屋も想像してみてください。一切このようなものがないような状態ですか。まあ、うちの工場で言うならば、猫多いです。まあ、ただその猫のおかげでなんかネズミが来ないような気も最近してるわけなんですが、ネズミが一切来ないので、その数匹の猫でなんか逆に守ってくれてるんじゃないかなというふうな気もしますけれども、まあ、そういったものもありますし、川も近くにあります。じゃあどうすると。この時にも荷重防御の考えで対応いたします。川があってはダメだっていうことで川をどうにかしようとかですね、引っ越すわけにもいきませんし、どうにもできない外の状況に対して、ではいかにいろいろな防御をすることによって最終製品に影響を及ぼさないようにする。これが荷重防具の考え方です。例えばここに排水設備、ここにありますとですね、この排水設備から飛沫、まあ空気に乗ってですね、汚い微生物が飛んできたりとかですね、臭い匂いが飛んできたりとか、そういった可能性がありますよ。だから排水設備っていうのも、まあ、ちょっとどうなんですかっていうふうなことが書かれておりますけれども、その排水設備をですね、遠いところに持っていくわけにはいきませんので、ならばどうするか。排水設備がいろいろ汚いものが飛んできたとしても工場の中に入ってくる段階でその空気がきれいであればそれを良しとするということですね。空気が工場の中入るときにいろいろなフィルターとかですね、通ってろ過されることによって最終問題ない空気しか工場に入りませんよ。そういう状況であれば、決してですねこの状態が悪いというわけではありません。いかにこのリスクをあらかじめ皆さんの方で考えていただいて、だからこうする、だからこうするっていうふうに考えていく必要がございます。次に敷地管理。先ほどは外でしたけれども、今度は中の方になります。例えば敷地の中に木がありませんか？草がありませんか？これはない工場ないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、こういったことがある場合ですね、それが野鳥のなどの巣ができたりとかですね、虫が発生したりとかして危ないですよっていうふうになってます。ゴミ置き場から虫が発生するかも、水たまりからも虫が発生するかもということで書かれておりますけれども、じゃあこれ全部ダメなのか。木だってですね、全部が全部こう切れるわけじゃありませんし、中にはね、ご神木のように切っちゃいけないっていうところもあるかもしれません。草だって虫っても虫っても当然出てきたりとかするわけですし、水たまりも雨が降ればそれは当然水たまりの一つや二つはできるでしょう。じゃあこれはじゃあダメなのか。水たまりを一切なくすためにですね、全部を坂にするとかそういうことは実際不可能なので、じゃあこういったものがあった場合にどのようなリスクがあるかっていうのを考えます。例えば水たまりであればこのイラストのようにですね、ここから虫が湧くかもしれない、それが問題なわけですね。水たまりが問題というよりは、そこから、ね、虫が発生して、その虫が食品に入るかもしれない、工場に入ってくるかもしれない、これが問題なのであれば、じゃあ水たまりができたときに、速やかに除去すればいいということです。で、虫はですね、大体まあ卵を産んで、そこから孵化して成虫になってっていうのは、大体まあ1週間ぐらいかかると言われてますので、1週間以内に、この水たまりをきっちり除去して虫が発生しないようにすればいいんじゃないの、まあ、こういった考え方で、いきたいなというふうに思いますので、何もこれ全部ですね、
撲滅しなきゃいけないというわけではなくて、あくまでそれが被害にならなければいいですよという考え方でお願いいたします。次に施設設備の設計、まあ、施工とか配置になってくるわけなんですけれども、これもですね、同じようなことです。なかなか古い工場も多いですし、まあ、それにそれを改装するとかですね、建て替えるって言ったら、まあ、多額の金額がかかるわけなんで、なかなかそれも難しい。じゃあ、どうするというところを考えていきます。なんせですね、いろんなトラブルがあったとしても、設備的にいろんなトラブルがあったとしても、最終食品をどうに危害さえなければいいという考えでいきましょう。例えばこんな感じで天井から水漏れがありますよ。まあ、雨漏りとかはあまりないかもしれませんけれども、結露とかですね、よくある、まあ、もしかしたらよくあるんじゃないかなと思います。そういった場合に、じゃあこれ、ダメだからといって、そこを改修工事するのかというところなんですけれども、なかなかそれも難しい。結露なんて本当にいろんなこと、いろんな要因で発生するので、そこの天井だけどうにかすればいいっていうわけじゃない場合も多いです。じゃあどうするってなった場合、この結露で落ちてくるこの水が食品を汚染しないようにすればいいわけですよね。この結露しているところが製造区画では全く関係ないところ、その下に製品は通らないよとか、そういった場合であれば、これはそんな大きな被害ではありません。まあ、見た目は最悪ですし、まあ、ほっててでいいかっていうとそういうわけではありませんけれども、食品に対しての被害がそこまであるかというと、そういうわけじゃありませんよということになります。つまり製造場所がなければ、まあ、優先順位としてはちょっと下がってくる。製造場所だったら、まあ、もちろん最優先でやらないといけないかなというふうになりますし、また違う防御策っていうのを考えないといけません。では次、隣ですね。製造ラインも交差してはいけないというふうによく言われます。なぜか、それは交差しているところで異物が入るかもしれないよねとかですね、そういったことの危険性があるので、製造ラインは交差してはいけないというふうに一般的には言われてますが、もし、このイラストのようにですね、上は包装されてない、裸の商品が流れてたとしても、異物が入るリスクの高い下のラインに関しては包装されているのであれば、パックされて包装されているのであれば、まあ、これは別にそんなにリスクはないんじゃないの、食品に影響しないんじゃないのというふうに考えられます。なかなかこの包装を突き破ってですね、上からそのものが入るっていうことはなりませんし、もしそうであれば、出荷の段階で気がつきますし、お客様も買いませんし、というところで、実際に被害としては発生しないというふうに考えることができます。あとですね、床、よくドライがいいとかですね、言われます。ドライ化しようというふうに言われますけれども、実際本当にドライ化するっていうのは相当難しいというふうに思います。シンク一つあるだけでですね、当然そこから水しぶきもかかってくるわけなんで、ずっとドライの状態で微生物が入らないようにするっていうのは、まあ、ほぼほぼ無理です。それから、もし、これは写真はですね、一応乾いてる床で綺麗ですよっていうのを写真で出されてますけれど、本当にここがドライな状態なんであれば、こんな風に排水口とか会社とかピットとかはないわけです。ということでは、いつもこういう状態ではありませんので、なかなかですね、本格的にちゃんとドライ化するっていうのは、まあ、現実問題で少し難しい、課題が多い部分になります。じゃあ、ウェットだったら、全部が全部ダメかというと、そういうわけでもなくって、たとえウェットの状態であったとしても、まあ、どんどん水を流して、逆に物理的に微生物を洗い流して、それによってきれいにするというやり方もありますので、施設や設備に関しましては、臨機応変に対応すれば、何もこうじゃないといけないよっていうことはありません。次にユーティリティの管理の方に行きます。こちらはですね、そんなに、悩まれることっていうのはないのかもしれませんけれども、ただ把握してる方がいいとは思います。設備の人にお任せですっていうのは避けた方がいいかなというふうに、これはちょっと経験として思います。素人だから、いろいろと、まあ、首を突っ込んでですね、設備の人に聞いて回ってるわけなんですけれども、こういったところでどういったものを使って、どういった管理をしているのかっていうのは、把握していく必要はあると思います。そんなにポン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 壊れたりはしませんけれども、何も知らないお任せですっていうのだけはやめた方がいいかなと思います。特にコンプレッサーとかに関しましてはですね、古いコンプレッサーだと、まあ、油、機械油
この辺はですね、あまりまあよろしくないものを作って、古いものだったりとかですね、まあ、食品グレードじゃないものを使っている場合もありますので、そのあたりは確認する方がいいと思います。食品油の飛沫っていうのが食品に万が一入ってしまうと非常に危ないですので、このあたりは把握、要は管理、どのような管理をしているのか把握して買えるものなら、きちんと安全なものに変えていった方がいいと思います。その他にもですね、いろいろありますけれども、このあたりもまずは知っておくということが必要かなと思います。証明とか言われますね。あと、保守点検に関しましても、まあ、機械に関しては保守点検のフィットがメインで動かれると思いますので、動線のお話しさせたと思いますが、その動線も、きちんと確認をしておいてください。保守点検のフィットがトラブルの種になるということはよくありますので、必ず保守点検の人もですね、きちんと教育をされる。これが一番大事になっています。ちょっと資料が飛んでますけれども、ここですね。保守点検の人っていうのは非常に、危ないですので、こちらも管理をお願いいたします。次にですね、従業員用の施設、7番の方に、行きたいと思います。こちらですね、例えば、トイレに関しましては、靴の履き替えをしようとかですね、まあ、そういった感じのことがいろいろと書かれておりますけれども、まあ、日本だとですね、まあ、トイレの靴の履き替えというのはほぼというかもうほとんど常識として、各工場に取り入れられていると思います。でしかしですね、まあ、改めて考えていただくとですね、まあ、トイレからどんな危害があるのかっていうのは、少し考える余地はあるかなと思います。もちろんまあ靴の履き替えはした方がいいと思うんですけれども、まあ、それによってどういう危害が抑制できて、いやそれともそこまでそんなに抑制されてないなとか、そういったところを考えるというのは非常に大事になってきております。まあ、うちもですね、トイレっていうのはあって、履き替えはするんですけれども、しょっちゅう地下で水撒いてますので、ある意味、どこの廊下よりも綺麗なんじゃないかっていうようなトイレを、自慢じゃないですけれども、維持させていただいておりますので、そういう意味では、もしかしたらどこよりも綺麗なトイレかもしれません。あとですね、黄砂汚染防止をしなさいねっていうふうに、まあいろんな、まあ例えばそのいろんな従業員さんが集まるような食堂とかでですね、黄砂汚染するとか、まあいろいろな部分が非常に、大事な、黄砂汚染を防止するのは大事なわけなんですが、なかなかこれは難しいですね。人なので、それをいちいち一つ一つ一挙手一投足管理するというのは非常に難しいと思いますが、これは、注意すべき点が一つあります。特に検査する人間ですね。微生物検査なんてものを、まあ、自社でやられている場合は、当然その検査を担当される方がいらっしゃると思いますので、その方の管理はきちんとされることをお勧めいたします。特にですね、微生物が結構いっぱいついている場合があるんですね。なんせ微生物検査としましては、菌をですね、培養して、わざと増やして、どうこう確認しているわけなんで、食品にはおよそ入ってないような菌量を扱っております。そうなると、それが服とか白衣とかにいろいろついている可能性がありますので、その方たちに関しては、やれ着替えだったりとか、まあ、食堂自体を分けるとかですね、まあそういったことで、いろいろその方に対してきちんと教育をする必要はあるかと思います。汚染の危険性は非常に高いですので、エプロンを一つ脱いだぐらいで、それで OK というわけじゃありませんので、もう一度そのあたりを考え直す必要があります。それ以外のところはこちら見ていただいたらいいと思うんですけども、あとシンクですね。小さいシンク、浅いシンクとかいろいろありますし、まあ、一番ですね、こんな深くってでっかいシンクがあると、まあ、手首とかですね、あとそれから肘まで洗うとか、そういったことも非常にやりやすくて、確かに望ましいんですけれども、みんながみんなこんなシンクを用意できるかというと、そういうわけではありませんので、であるならば、用意できないんだったら、教育によって、訓練によって、ちっちゃいシンクや浅いシンクであったとしても、きれいに手を洗う方法ってね、いくらでもありますので、ハードが無理だったらソフトでカバーする。これは、いろいろな場面で使える手法だと思います。あと、水道の蛇口をですね、まあ、センサー式だったりとか、まあ、そういったことが確かに交差汚染、要はそのセンサーの蛇口を通じて、水道の蛇口を通じて、微生物とかですね、汚れが回って、ついていくっていうのは確かに、まあ、交差汚染の要因としては挙げられるんですけども、どうしてもセンサー式にできない部分もあります。
野菜の洗浄とかですね、大量の水を入れる場合にセンサー式にしてしまうとしょっちゅう止まりますので、それはできない。で、あと水量もそれなりにないといけないとなると、どうしても、回す手回し式とかが必要になってくる場合があります。じゃあそれをどうしたらいいのかという場合はですね、とにかくこの手回し式のところをですね、清潔にしたりすればいいということです。目的はそれです。要は目的はそれが清潔であればいいわけですから、洗ったりとかですね、水で流したりとか、もしくはアルコールで噴霧したりとかですね、それを触った手を消毒したりとか、まあ、いろんなやり方があります。全部が全部ですね、設備とか機械とかを変えないといけないとか、回収しないといけないとか、そういうわけではありませんので、それに代わるルールというものを考えていきましょう。あと長靴もですね、よくこういうの中見ますよね、ハセット対応だとか言ってですね、よくチラシとかでも見るわけですが、靴底が見えた方が汚れが、分かってですね、いろんなところで健康になりますよみたいな感じでなっております。ただ全部が全部、どのような企業さんに関してもこの靴底見えた方がいいのかっていうと、そういうわけじゃないと思うんですね。例えば、飲料メーカーさんだったりとかですね、全然靴底にこう汚れが詰まったりとかですね、職人の残渣が入ったりとかしないであれば、こんなことする必要はございません。逆に惣菜工場みたいにですね、床にちょっとご飯がいっぱい折ってるとかですね、人参の似たやつが落ちてるとか、そういう場合はやっぱり踏んづけてこの隙間にこう入り込んで、はい、取れなくなったりとか、そういったことが往々にしてあるので、そういう場合はこれも必要かなって思いますけれども、そうじゃない企業さんもありますので、自社に合ったものを選んでください。被害要因に関しましては前半でお話ししましたので、一旦飛ばさせていただきます。ただですね、ここで、まあ、その被害要因を防止するのにあたって、一つちょっと管理でよく言われることなんですけれども、床のところから60センチ以上ものを上げましょうねっていうふうに、よく言われております。まあ、この場合で、ね、確かに大きな飛沫、大きな水しぶきとかですね、そういうのは確かに防ぐことができると思いますけれども、エアロゾル、コロナでもよく聞かれると思いますが、小さな飛沫ですね、本当に目に見えないような小さな飛沫に関しては、これは防ぐことはできません。60センチ上げたからとて全部安心できるわけじゃありませんので、封をするとか蓋をするとか、そういった対応が必要になってきます。あと包丁とかですね、柄の方が、まあ、よく汚いというふうに言われてますけれど、まあ、こういったところもですね、どうしてもこう付け根の部分というのは隙間があったりとかします。一体ステンレス一体のとかの、包丁じゃなければ、どうしてもその隙間に汚れとかが入ってきますので、こちらも洗うときには注意しましょうということです。あと、まな板もですね、もうなぜ表面はちょっと使えばもう傷だらけになってしまって、その間に微生物が入ると、例えば次亜塩素酸ナトリウムに、まな板を漬け込んだとしてもあんまり効かなかったりとか、そういうことも多くありますので、まな板とかもきちんと、定期的に交換したりとかですね、洗い方を決めるとか、まあ、そういったことも必要です。しかしながら別に、要はそんなに気をつかなくていいまな板もありますよね。これから例えば加熱する魚だったりとかですね、野菜だったりとか、そういったものを切る場合は、まな板が、まあ、多少どんな状況であれども、そんなに食品に対しては影響を及ぼさない。逆にこれからもう加熱も殺菌もないような商品を例えば切る、もう要は焼いた肉を切るとかで、焼いた魚を切るとかなってくると、このまな板は清潔でないといけませんが、そうじゃない場合もありますので、これも目的に応じてルールっていうものの強弱をつけていただいたらいいかなと思います。あと皆さんよく使うのはダスターですね、布巾、そういったものをですね、いろんな場面で使うと思いますが、なかなかですね、これを使い捨てされている工場さん少ないと思います。洗濯してまだもうちょっと使えるだろうっていうことで、何回か洗濯してってことなんですが、ただその洗濯だって、このダスターは2回目の洗濯です、これは3回目の洗濯ですけども、なかなかそれも把握できませんので、そうなってくると、だんだんとダスターっていうものも汚れていきます。一生懸命洗濯したとしても、劣化していくと、その隙間に、微生物が入り込んでしまって、もう二度と取れないような状態になったりしておりますので、そうなればもう交換です。次亜で殺菌してるから未来永劫ずっと使えるだろうというわけではなくって、ある程度のところでやっぱり劣化が目に見えてきたら交換するようにしてください。そうでないと、掃除して、ダスターで掃除してるつもりが、ダスターによって菌を塗り広げるみたいなことになる可能性がありますので、ここも要注意です。
隔離と交差路線に関しましても少し飛ばします。こちらは後でマテリアルを見ておいてください。対抗の方もそうですね、この記載通りになりますので、こちらも、後で見ていただきたいなと思います。整理整頓ですね、よくある OS ってやつですね。で次ですね、水や氷の管理というところなんですけども、ちょっと忘れがちなのが、水や氷というものも、飲用的じゃないとダメですよっていうことは、改めてちょっとお伝えしたいなと思いますので、これを、忘れないようにしてください。飲用的に関しては、いろいろと基準が水道局とかいろんなとこから出てますので、それを確認し、今皆さんがお使いのものがちゃんとそういったものかっていうのを確認しておいてください。それから忘れがちなのが製氷機ですね。これ、ね、凍ってるというか、まあ、温度が低いから大丈夫じゃないかという形で、思われるかもしれませんけれども、製氷機っていうのは、なかなかこう、全部洗ったりとかすることがないので、まあ、ちょこちょこ使っては閉め、ちょこちょこ使っては閉めということが多くあると思います。で、使うときに手突っ込むことも多いと思います。スコップとですね、手を一緒に突っ込んで物を取ったりとかする場合もあります。その時に、手によって微生物がここの汚染源、手の微生物がここに入ってしまったりとかですね、手垢がついたりとか、まあ、それによって微生物が増える栄養源を与えてしまったりとかしますので、そこも要注意です。製氷機とはいえどもですね、全部0度以下というわけじゃございません。物に場所によってはちょっと温度高いところもありまして、そこで菌が増える場合もあります。なので、こちらっていうのも、まあ、ある程度ですね、カビとかがないかなっていうのを見る必要があります。ただ、まあ、こういったものに関してですね、大きな事件というのは過去にほとんど、日本ではあまり起こってないですね。外国では多いとは聞きますけれども、日本ではあまり多くありませんので、まあ、ある程度の頻度で見ていただいて、拭き上げとかですね、フィルターの掃除とか、そのあたりをお願いします。次、廃棄物の管理というところになりますけれども、生ゴミとかを扱ってらっしゃるんであれば、ゴミ箱はまあ当然洗った方がいいですね。袋、いや、うちはゴミ袋敷いてるから大丈夫ですよ。でも当然そこから汁が漏れたりとかですね、しておりまして、だんだんと汚れてきて、そこで、匂い、腐って、物が腐って匂いが出て、それが虫を呼び寄せたりとかしますので、ここも要注意です。あとですね、よくあんまり着目されないところにグリストラップがあります。見たことある方いらっしゃいますかね。あんまり、ね、見られないかもしれませんけども、こういったグリストラップというものを用意されている、飲食店さんとか工場さんに関しましては、これも非常に管理が大事なところになります。この中にはですね、ありとあらゆる食品残渣がバーッと入ってきておりまして、でしかもですね、例えば加熱工程のあるお部屋とかになってくると室温も高いし、あと出てくる、ここの中に入ってくる水も温水なんですね。温かいものが入ってきます。つまり微生物にとっては栄養もあるし、水もあるし、温度もあるしっていうことで非常に最適な環境になり、この中では微生物というのは増えまくってしまいます。でこれを掃除するときにですね、ここをきれいにすることばかりを、皆さん注目されますけれども、そうではなくて、ここから周りを汚染しているかもしれないということに対して注目をしてください。先ほどちょっと言いました、エアロゾル。いや、ここ蓋開けた瞬間にですね、微生物がバーッと広がって出てきますので、そういった場合、まあ、周囲に例えば作業台があったりとか、まな板や包丁があったりとか、食品があったりなんか、ちょっと最悪ですけれども、そういった時に汚染をするかもしれませんので、ここも、例えば掃除をするときには、周りをどういう状況にする、掃除が終わった後には、周りをどのように掃除するかっていうのも確認して、確認というか、ルールとして決めておく必要があります。輸送の方もこちらの、マテリアルの方を見ていただきたいと思います。記載の通りになります。で次にですね、従業員の健康管理、従業員の衛生及び健康管理というところで、ちょうどですね、1から、非常に14までやってきて、だんだん力尽きたあたりにですね、この一番重要なとも言えるであろう従業員の管理に関して出てきます。しかしですね、ここに書かれている、例えば、過度な化粧はしないとかですね、ひげは剃れとかですね、マニキュアはするなとかっていうのに関しましては、そんなに、どこの事業所さんは、まあ、割とやってるルールなんですけれども、じゃあそれをルール逸脱したからとって、ね、すぐに食品に影響があるかというと、またそれは、そこまでではない。
要はいろいろなルールありますけれども、それに関しても、やっぱり強弱があるんですね。絶対に守らないといけないところと、まあ、ショートまでは言わないけれども、守った方がいいよね、みたいな感じの、まあ、強弱がありますので、ここの、要は管理する側っていうのは、理解しておく必要があります。何でもかんでもルールをですね、同じ強度でやってしまうっていうのではなくって、その中でも優先順位っていうものを、考えていきたいなというふうに思います。では、一番大事なのは何かというとですね、やっぱり健康管理ですね。これが、そこを一歩間違えると、一発で食品食中毒が起こる可能性があります。本当に大事なのは、もうまさにもう健康管理だというふうに思っておいてください。人間は一番の汚染源になりますので、もし不健康な、例えば私がですね、今日すごくお腹が痛いのに工場に出勤してきたってなるとですね、もうそれはですね、手洗いとかマスクだけで防ぎようがありません。手洗いマスクしたからとて食の安全を守ることができませんので、必ずですね、健康管理というものを教育して、きちんと確認をする必要があります。たとえ手洗いしたとしてもですね、もし私がノロウイルスによって下痢でもしようもんならですね、その手にはノロウイルスがいっぱい詰まっていて、それを手洗いしたところでシワのところには残っていたりとかいろいろしてますので、絶対にもこうね、多少のことでは本当に撲滅することはできません。その場合は、要は調子が悪いんだったら工場には来ないでください。病院に行ってください。もうこれが一番もう本当に確実な対応になりますので、健康管理に関しては、きちんと教育と、それから確認をお願いいたします。あと、家族のですね、健康管理に関しては家族の部分も結構大事です。本人に症状がなくてもですね、例えば家族の方が、例えばお子さんだったりとか、そういった方が、健康を害してたりとかすると、当然微生物とかウイルスが、移ってくる可能性がありますので、そのあたりも要注意ですね。で、基本的に健康管理は実習管理でしかありません。自分で自分をチェックするしか、やっぱり第三者が見て分かるっていうのは難しいところがありますので、どういう症状だったらダメだとかですね、どういう症状だったらこういうことがありますよっていうのをきちんと従業員の方に教育する。まあ、これが非常に大事かなと思います。それがこの16番、教育訓練のところになりますね。食品産業はですね、なんて人の回転が多いです。この間来たなと思う人がもういつの間にかいなくなったりとかよくあります。ただとにかく回転が早い。長続きしない。なかなか10年選手とかはあまりいませんので、常に人が変わります。そうなると、毎回教育するっていうのが非常に大事になってきます。で、ここでですね、入社の時だけ一生懸命頑張ってですね、教育したからそれで OK と思ったら大間違いです。人間はやっぱり忘れていきますし、初めて来られた方っていうのはもう見るもの全てが初めてですし、緊張しちゃって、聞いてるようで、やっぱり聞いてないとかですね、分かってるようで分かってないということは往々にしてありますので、定期的な教育プログラムを作るということが非常に大事になります。入社だけではなくて、例えば入社してちょっと慣れた1週間後にやってみる、1ヶ月後にやってみるとかですね、確認のテストをするとか、まあ、そうであっても、ずっと長く勤めてらっしゃる方もやっぱりどんどん形骸化したりとかですね、忘れていったりとかするので、年に1回しよう、集合教育しようとかですね、そういった教育プログラムをやっていく必要があります。もしそういった計画がないのであれば、今すぐ見直された方がいいと思いますので、こちらも確認をしていきましょう。教育訓練は本当に、特に総菜や、総菜みたいなですね、いろんなものを扱うところにとっては生命線とも言える部分になるかなと思います。で、放送と保管に関しましては、こちら、このマテリアルの方を見ていただきたいと思います。では、続きまして、衛生管理計画の方に入っていきたいと思います。こちらですね、ようやく衛生管理計画の方に話が進んでいくわけなんですが、一番の難所かなというふうに思いますので、あと少しですから頑張っていきましょう。何度も申し上げておりますが、おかかおにぎりでいうところのメガハセットで米粒が一般衛生管理です。多重防御が大事ですよというのもお話をさせていただきました。で、これらに関しましてはですね、衛生管理の、考え方を取り入れた、ハセットの考え方を取り入れた衛生管理を目指す人にとっては、
まあ、なんでそんなことまでしなきゃならないの、俺たちはそんなことまでしなくても大丈夫だよって思うかもしれませんが、考え方を、取り入れたって書いてありますので、その考え方を理解することは非常に有用です。その辺は、もう前向きの方に、前向きに考えていただけると非常に絶対に役に立ちますので、前向きに捉えていただけるとありがたいなと思います。それでですね、手引き書、要は、もしかしたら皆さんは手引き書の方もまるっとコピーしてやられたりとかですね、もしくはご自身が今やっているルールっていうものをとにかく書いて衛生管理計画を出来上げました、で作り上げましたみたいな方も多いかもしれませんけれども、やっぱりですね、手引き書は確かに数多くあります。いろんな情報もいろいろありますけれども、事業者さん、本当にたくさんありますよね。いろんなメニュー、いろんな従業員、いろんな建屋、いろんな、もう要は各社さん、一つとして同じものはないわけです。日本全国いっぱいありますけれども、そういったいろんな条件で、それぞれ皆さん特徴があり、違いがあるわけで、そんな事業者さん向けにですね、1個や2個の手引き書で全てカバーするっていうのは、まあ、土台無理なわけです。絶対に何かここら辺はうちと違うなとかで、こんなのできないよとかですね、そういった不具合が出てきますので、そうなった場合、どうしても自分たちで考えて、自分たちに合った、自分たちの目的に応じた衛生管理計画を作る必要があります。そのためにも、ハセップの考え方を理解するというのは非常に重要でございます。どんな感じでですね、手引き書が、まあ、ちょっと実態に合う、まあ、実態との差があるかっていうのを少し見ていきましょう。例えば、豆腐製造業、これを例にしてお話ししていきたいと思います。豆腐製造業の方にも、こちらですね、厚生労働省の方から、手引き書が出ておりますので、関係者の方は、ご覧になられたと思いますけれども、でこちら一度見ていきましょうということなんですが、まず初っ端ですね、豆腐だって言ってるのに、いきなりみんなで肉とか野菜とか、エビですね、エビとかですね、いっぱい出てきました。これを見て皆さんさ、豆腐の製造業の方、非常に困ってしまいますよね。うちこんなの使ってないよっていうのに、いきなりこういったマニュアルが出てくるわけなんで、っていうふうに、まあ、ここでちょっと思われると思います。それから、工程の例があって、そこに CCP はこの3つですよっていうふうに書かれておりますが、煮沸のこの5番の工程のところでも煮沸で CCP があり、でなおかつ同じような加熱ですけど、12番のボイルにも CCP があります。それから、金券の方にも CCP があるということなんですが、まあ、豆腐屋さん、ご覧になられた方は、いらっしゃるか分かりませんけれども、まあ、大きな豆腐のメーカーさんならば、ありますけれども、小さな町の豆腐屋さんに関しましては、金券なんてのはあるところはほとんどありません。金券はやっぱりなかなか高価ですし、場所も取るしということで、なかなかこれは導入されている企業さんばかりではありませんので、ここでやで金券をしなきゃいけないんだぞみたいな感じの方で書かれてしまうと、非常に困ってしまいますね。あと、ボイルで CCP だって言ってるのに、その前の煮沸でも CCP だってなってます。普通 CCP というのは、その工程をした後に、もう何も対処のしようがないと。何も対処がないので、だから最終でここが大事だよってことで CCP になります。ここの場合だと、この後にもう一つ同じような目的で、要は熱をかけるということで、もう一つここにありますので、じゃあ、ここは CCP じゃないんじゃないのっていうふうな疑問点も出てきます。またですね、病原微生物という書き方が多いです。そうなってくると、何の病原微生物と一言で言ってもいろんな種類があるわけですし、まあ、ちょっと前の方でですね、お伝えしたのを思い出してほしいんですが、食中毒菌一覧っていうのがあったと思います。その時にですね、いろんな由来に基づいたいろんな特徴のあるいろんな菌があったと思いますが、それに基づいて、要はその病原微生物が何かっていうのがはっきりしないと、この工程が本当に適切なのかどうかっていうのはまた変わってくるわけですね。そういった意味で、ちょっとこの手引き書に関しましては、なかなかこれをそのまま使うというのはですね、難しいなっていうのが、印象として持たれるかと思います。では別のところのですね、日本豆腐協会さんが出してらっしゃる、手引き書を見てみましょう。日本豆腐協会さんの方ではですね、まず最初に豆腐の種類に関して、命名化されております。豆腐には4種類ありますよということなんですが、この中でですね、重点豆腐が非常に期限が、長く設定されております。これはなぜかというと、
中低豆腐に関しましては、パックに、まあ、豆腐だったり豆乳だったりを詰めてからですね、包装してその後ボイル、要は加熱をして冷却したりとかしますので、それで大抵の菌は死にます。熱に弱い菌に関しましては、ほとんど死にますので、でそれで包装もされているから二次汚染もあまりなく、なので他に比べても期限が長いという設定になっております。でこちらのですね、衛生管理のところの、一般衛生管理としましては、10項目用意されております。先ほど一般衛生管理でご説明したのは17項目だったんですけど、協会さんの方ではそのうちの10項目が、掲げられております。でこれを見てですね、さあ皆さんどう思うでしょうか。この内容を見てですね、先ほどの17項目と比較してみて、なんかちょっと少ないんじゃないかなというふうに印象をちょっと持つかなと思います。それから重要管理計画、まあ、要は CCP のところはですね、3種類、大豆の一番目は、大豆の煮沸温度、時間の確認をしましょう。それから2番、重点豆腐の場合は加熱、殺菌温度および時間の確認をしましょう。3番、散らす冷却槽、冷蔵庫、販売ケースの温度確認をしましょうという形で、1から3が用意されております。しかしですね、もし、この2番だったりとか、1番だったりとか、要は加熱というものが、まあ、CCP であるならば、確かに熱に弱い菌はほとんど死ぬからいいんですけども、この手引書のですね、冒頭の方に、病原性微生物の中でもセレウス気をつけなきゃいけないよっていう文言があります。でセレウスはどういった食中毒菌かというと、熱に強いんですね。蛾行形成菌になりますので、多少の熱では死にません。となるとですね、セレウスに気をつけなきゃいけないよっていうふうになってるにもかかわらずさ、加熱をしましょうってなっても、ここではセレウスは死なないということがわかると思います。じゃあセレウスに対しては何が大事かっていうと、この後の冷却なんですね。加熱をしました。それでもセレウスは死にません。じゃあどうするっていうか、増えないようにしないといけない。増えないためにはどうするっていうと、速やかに温度を下げて、とにかく温度を下げてですね、セレウスが増えないようにしないといけない。それぐらい冷却っていうのはあれ？セレウスを焦点とするならば冷却大事じゃないのって思うんですけれども、こちらの方には書かれていません。ちょっとそこでですね、矛盾点がちょっと出るかなと思います。あと、散らす の温度が大事だよっていうふうになってますけれども、今日、まあちょっとですね、町の豆腐屋さんといえども、散らす、まあ要はその、対面販売してるようなところがあんまないですよね。水槽みたいなところに置いてあってですね、お客さんが来た時に、店長の方がですね、一つ一つ盛り付けるみたいなところとかはあまりありません。対面販売はほとんどないです。ほとんど、スーパーとかですね、そういったところに卸されている場合がありますので、要は、ほとんどの方がここ関係ないわけですよね。それなのに、こういうふうに、まあ、重要管理店だっていうふうに書かれてしまうと、まあ、ここもですね、少し皆さんにとっては混乱してしまう部分になると思います。続いて、記録の書き方の例が載っておりますけれども、まあ、記録大事ですからね、いろいろとやっていかないといけませんが、ここの特記事項をちょっとご覧ください。8月1日、煮沸時間の設定を1分にしており、煮沸時間が足りなかったため、再度時間を延長して、見ましたよっていうふうなことが書かれております。これは、大豆の煮沸時間ですね。一番前の方の工程ですね。まだ、豆腐になってない状態の加熱というものに対して、ダメなパターンがあったので、こういうふうに延長しましたよっていうふうに書いてますけれども、果たしてですね、この大豆の煮沸っていうのは、これ、殺菌を目的にしてますかっていうところです。殺菌するためには、後に、まあ、受験豆腐だけになりますけれども、熱かけるよみたいなことも書いてありますけれども、大豆の煮沸の目的はあくまで大豆の熱変性であるはずです。大豆をですね、豆腐にするためにまずは熱をかけて大豆を変性させていく。これが大事なので、そういうふうなことを考えると、特にこの殺菌じゃないわけですから、1分短い、2分短いとかっていうのが、まあ、そこまで大事なことなのかということが少し疑問点として出てきます。また次ですね、温度確認。しましたけれども、これの加熱の方ですね。冷蔵庫の方の温度確認に行きたいと思います。冷蔵庫の温度が、確認したときに10度以上だった。10度以下にしないといけないって決まっているので10度以上だった。なので、
で、他から温度計を持ってきて中を確認したら、それだと問題なかったんで大丈夫でしたよっていうふうな書き方をしてますけれども、この時にこの是正は正しいと思いますか？なぜそれが、正しくないかというとですね、この冷蔵庫の温度計の温度表示と、それから外から持ってきた温度計の温度表示、どっちが正しいかっていうのは分かんないわけですよね。もしかしたら冷蔵庫の温度の表示の方が合ってるかもしれない。でも持ってきた手持ちの温度計がですね、相当なんか構成された標準温度計みたいなしっかりと構成されたものならいざ知らず、まあ、なんかその辺のですね、もう適当に持ってきた温度計の可能性のなきにしもあらず、そうなってくるとですね、じゃあどっちが正しいかっていうのは分からないわけです。で、なのでこのやり方ではですね、ちょっとやっぱり不足がある、是正としては、不足がありますよ。正しいかどうか限らないので、この手順がいいかどうかっていうのはまた別の問題になってきますので、これもちょっと説明としてはよろしくないかなというふうに思います。またですね、やっぱりいろいろとハゼップっていうのは失敗学になりますので、過去にどういったことが起こっているかっていうのを調べるのは重要な工程になります。何をするにしても敵を知らねばと言いますが、その敵が何かっていうのを探すのに、こうやってネットで検索するっていうのは非常に有効です。自分たちには発生しなくても同業他社さんでこんなことが起こった、外国ではこんなことが起こったっていうのをいろいろと調べるとですね、意外な敵が見えてきたりとかいうことがありますので、こういった感じでですね、例えば私が豆腐屋さんであれば、豆腐食中毒みたいな感じで検索をして、調べていくのは非常に有効かなと思います。こんな感じですね。こんな感じで調べるといろいろ出てきます。そうするとですね、ちょっと別の視点が今までのステリック書の方では一切触れられてませんでしたけれども、なんかちょっと別の問題がよくあるんじゃないかという疑問点が湧いてきます。これがですね、ここ学校給食における食中毒防止の Q&A という資料に書かれております。ここではですね、豆腐の取り扱いで気をつけなければならない点はというところで、要は、つけ水。取り扱い時は、つけ水による水汚染を十分注意してくださいねというふうに書かれております。つけ水です。あの先ほどの手引き書の方にはほとんど出てきておりませんでしたけれども、つけ水に関してここでピックアップされております。でなぜかというとですね、いろいろと、こう調査された結果ですね、市販の、給食の豆腐および市販の豆腐のつけ水の34の検体を検査したところ、なんと、一般製品数が基準を超えているもの、素材の基準を超えているものが13件ありました。でそのうちで、それ以外にもですね、大腸菌群、菌群ですけれども、陽性のものが26検体。さらにですね、それよりももっと危ないかもしれない、大腸菌陽性のものがなんと7件も出てくるということで、非常に今、巷に出回っている豆腐っていうのは危ないと。そういった検査結果が出てきましたので、なので、つけ水に関して注意しないといけませんよっていうふうに書かれております。でもこれが実態なわけですね。またですね、別の外国の例になりますけれども、大きなヘルシニアっていうと、ヘルシニアの食中毒が起こったという事件が、過去にございました。ここでも豆腐のつけ水が問題になっております。特にですね、今回この外国のメーカーさんに関しましては、あれは天然水だって言って、泉の水っていうものを使っておりまして、しかもですね、それが未処理、何の殺菌も兼ねてやってないという、未処理の泉の水を使ってたもんですから、そこから豆腐に、汚染されて、豆腐の食中毒が起こったということになります。泉の水を使っているわけですから、しかもそれが未処理だっていうので、当然その周りのですね、野生の獣とかが水を飲みに来る可能性もあります。ヘルシニアという食中毒菌は野生種の糞便に多いですので、泉にですね、動物が来て水を飲みましたよってなった場合、当然体表、毛とかですね、そういった皮膚とかが泉につく可能性があります。そこに糞便がついてあって、そこから泉の方に菌が行ってしまう可能性もありますし、雨が降れば当然その周囲のところから泉に向かって水が流れ込んでくる。その時に周りの糞便とかも一緒に流れ込んできてしまって、泉自体は菌で汚染してしまう可能性がありますので、こういったことも外国では発生しております。
つまり付け水というのは、まあ、日本においても外国においても非常に、ちょっと注意すべき部分なんじゃないかということが、この、まあ、過去の失敗例を見るとですね、こういったところが分かってくるということになります。ではここでですね、試しに動画を見ていただきたいと思います。豆腐の工場さんをね、見られた方も、そんなにいらっしゃらないと思いますので、ここで豆腐の動画を見ていただきたいなと思います。これが大きな、豆腐メーカーさんの方になります。かなり大きなメーカーなんですね。まずこちらを見ていただいて、どのような形で豆腐が出来上がっているかというのを、少しご確認いただきたいというふうに思います。大きな豆腐メーカーさんですけれども、ほとんど人の手が入らないですね。まあ、いろいろとあの機械が充実しておりますので、もうほとんど機械の方で工程が進むという、まあ、そんな感じで、非常にあの素晴らしい設備が整っております。まず入荷してきた大豆というものを、ここで洗う工程に入ります。ここでですね、空気を入れて、バブリングで洗浄をするという工程に入っていきます。でそこからですね、あの親戚というところで、8時間から24時間、季節によりますけれども、大豆を柔らかくするために水に親戚をいたします。親戚するとですね、ということはですね、この石があるということは、これが欠けたりとかですね、そういったことで、その石の欠片が入る可能性というのも、これは否定できません。しかし、テレビ局の方で CCP だって言ってる、その金券ですね、金属検出器に関しましては、この石は反応しませんので、石が入る可能性というのが否定できないけれども、でも金属検出器では取れない。じゃあ、その代わりのやっぱり方法というのは必要じゃないかというふうな考えられます。金券を入れてるから全ての異物はオールオッケーというわけでもなく、きちんと自社の工程においてどんな異物が入りそうなのかなっていうのを考えたらですね、金券以外の方法っていうのをいろいろと必要になってくる。むしろ金券はそんなにいらないんじゃないかっていうような工場さんも出てくるかもしれません。でここでですね、まず、大豆を煮るという作業に入っております。次に豆乳とおからに分けていきます。
ただですね、ちょっと、ブラインダーのところでありましたように、転勤をですね、ついてる器具というのも、機械というのも非常に多くございまして、そのペンキの剥がれみたいなのも、これも異物として入る可能性があります。まあ、ペンキの剥がれで怪我したりとかはしないかもしれませんけれども、まあ、当然、持ち手にはなる立派な異物です。まあ、白色のペンキで白の豆腐の中に入るのに気づかず食べるということもあるかもしれませんが、そういった危険性もありますよということです。ここですね、生ごの方をスピードで押し出して、お皿の方がこのような形で出てきます。お皿というのは、大体白お肉みたいで、あまりなんかお金にならないと言われました、ね。で、それがちょっともったいないんで、お皿としてなんか商品化しようとしている工場さんの中にはありました。なかなかでも難しいと言われるには聞いてます。豆乳の方が出てきましたら、ここから豆腐を作っていきます。これは、まあ、ご家庭で作る場合の、ですね。まあ、こちら同じような工程ではあるんですけども、まあ、わかりやすく。このような形でご家庭で作ることを想定しての、状態を説明してくれています。自動で入れているわけですが、本当に人の手が、ほとんど入っていない工場になりますね。ここで煮られた豆乳をよく攪拌させて、石原豆腐を固めていく工程になります。こちらのメーカーさんに関しては、もう自動でスチーム凝固機というところで、豆腐を固めていくということですね。陶器で2時間加熱しているというふうに書かれておりますので、まあ、熱に弱い菌はもうこれでほとんど、死んでしまいます。かき回した豆腐がここで出てきましたが、ここでちょっと唯一ですね、まあ、手が、まあ、直接触れてはありませんけれども、手作業というものがここで入ってまいりました。ただ、まあ、ほとんど触れてませんので、まあ、汚染らしい汚染はないなという形で見えます。ここに水中でですね、豆腐を出して入れます。
このですね、水っていうのも、まあ、冷やしたチラシを使ったりとか、ね、それから、どん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 オーバーフローさせて、きれいな状態を、維持しております。まあ、ここがもし汚染されていると、この後ですね、殺菌できなくなって、殺菌の工程がございませんので、汚染がそのまま豆腐にしてしまう可能性もあるので、この水の衛生管理というのは、大手のメーカーさんであったとしても、非常に大事な場合があります。ただ、このね、参考は確か、この後にボイルクール等があったと思いますので、多少のことは大丈夫というふうに言います。先ほどの月水の衛生管理も大事な抜かさもあれば、その後にこうやって、まあ、さらにまたもう一回加熱をして、さらに冷やすというような工程がされているとですね、その手前の、チラ水とか、水とか、あとは手の汚染なんていうものもそんなに、まあ、気にしなくていいような形になります。これはもう非常にいいというかね、最大限いろんなことをされている工場さんだなというふうに思います。やっぱ本当に豆腐はきれいな状態にしますね。水汚染もありませんし、なかなか日持ちもするんじゃないかなというふうに思います。で、ここでですね、ボイルしたものというのは5度以下の水ですぐに冷やすというふうに書かれております。冷却が大事だというふうに、こちらの工場さんでは考えていらっしゃるということですね。で、こちらの熱に強い菌も残っておりますので、速やかに冷やす。40度や50度みたいな、そんな中途半端な温度でずっと置いておくと危ないよっていうことが、こちらの方では、ちゃんと管理されているということですね。こういった、とても多くのいろんな機械とかを使って管理されている工場さんをまず見ていただきました。次に、では、町の豆腐屋さんと呼ばれるような、そんなところに関しましては、どのような風に豆腐を作っているかを見ていきましょう。昔ながらの製法の豆腐作りは、あさっての豆を今洗うね。あとは1日で3回洗うんです。この時間とお水を用大豆を水洗いして、ゴミなどを取り除きます。先ほどの大きな工場さんと違ってですね、かなり手作業が入っております。今だと40度なんで、10度の水でそのまま48時間これ大豆でしょ。これ作ったの5球ですよ。薄で大豆を細かく水分します。こういったメーカー、小さな豆腐屋さんに関しましても、まあ、薄を使っているというふうに書かれてますので、当然石の影だとかが入ることはあるかもしれません。またペンキとかもね、この辺かけてるとか剥がれておりますので、これどこ行ったんだというところが気になるところではありますが、大手のメーカーさんと違って、こちら小さいメーカーさんに関しましては、このように手作業で一つ一つ作っておられます。を身構えに送り込みます。なかなか手作業多いですね。しかも、素手でやることも多いですし、で、身だしなみとかもですね、大手のメーカーさんとかだと上から下まで全部覆ってたとしても、まあ、こういった小さなところとかだと、まあ、いろいろネットで覆ってるだけまだいいかなというふうには思いますが、まあ、そういった形で衛生管理の、まあ、程度というのはいろいろと、各社さんそれぞれだということが分かるかと思います。
この方なんて、まあ、参加金やってるだけなら、いろいろですね、本当に。荷釜の上部を水で冷やし、煮こぼれを防ぎます。今回で、ここから土豆乳と分かれて、ここで土豆乳を桶で寄せた。煮た子を豆乳とおからに分けます。奥さんの何も入ってないよ。大体、大体。干しながら豆乳を取り出します。犬の場合は、いろんなものがありますね。割と置いてる場所も床に近かったりとか、海水からできた意外という病気剤も使ってたりとかしますので、いろんなところにいろんなリスクというのがあるんじゃないかということが、この映像からでも分かってきます。しっかりと固まったら豆腐を傷つけないように慎重にカットします。はい、ここでですね、先ほどのメーカーさんと同じくは池水と呼ばれる、まあ、シンクのところに水張って、ここに豆腐を入れるわけなんですが、このメーカーさんはここからですね、ボイルクールみたいなそういった作業はありません。ですけれども、ここで素手の方で、まあ、素手でですね、豆腐を落として、それをしかも両手で抱えてですね、包装しております。先ほどのメーカーさんはほとんど人の手は入りませんでしたけれども、町の豆腐屋さんは今でもやはり素手で、触ることを応援してあるということがこれで分かります。しかもこの後に、まあ、もうすぐ包装です。そして包装でそのまま消化しますので、先ほどみたいにさらに加熱するという工程はここには一切ございません。これが、町の豆腐屋さんのまず一例となります。さらに次のところを見ていきましょう。もう一つ小さな豆腐屋さんの方も見ていただきたいなというふうに思います。こちらは先ほどのところともまたちょっと形容が変わってですね、お母さんが一人でやられております。いろんなですね、木製品なども周りにいっぱいありますし、時間切れですねっていうところも気になるところではありますが、特にね、ヘアネットしてるわけではなく、要はもう事業者さんによっていろいろですよということです。ただこの段階ではですね、この後、多くはあれば、そのままトムとかはほとんど死んでしまいますけれども、これ干すための紙をご用意されましたが、まあ新品じゃないですね。いろいろと使っては洗濯し、使っては洗濯しということをされているんじゃないかなと思いますが、ここで、この製品が登場してきました。ここで見てますので、今までもし汚染があったとしても、一旦ここで水に弱い菌というのはほとんど、まあ、死んでいる状態になります。次にですね、明らかに使い捨てではないゴム手袋を装着されました。
これはですね、ゴム手袋に関しましては、まあ、豆腐を汚染させないためにつけるというよりは、もう暑いから、このお母さんの肌を守るために装着しているという状況になっております。そして、この手袋で、この少しは、網のところを掴んでですね、その中に、今まさに出来上がった、食品豆腐をですね、入れていっております。そして、まあ、そのままですね、その手袋のままで、凍っていたわけですが、その手袋のまま上の、このようなハンドルを回しているわけなんですが、要は一つの手袋でそのままいろんなものを触っている。それが今この、まあ、この状態、このお店に関しましてはこの状態になっております。なかなか大変ですね、豆腐屋さんも。本当手枠を使えて自分になっております。ずっと指をしたまま。の方に豆腐を移してまいります。ここでですね、僕の方からお父さんもやってまいりました。たぶんこのお店はその、ね、お家とお店が、お店というか製造場所っていうのがほとんど一体なんでしょうね。
そこに、ね、居住区があって、そこからもそのままやってきているという形に、ね、見えます。まあ、動画の中でしか見えませんけれども、それの、まあ、皆さんが想像するような工場っていうものと、本当に一般の町の、豆腐屋さんっていうのはもう全然違う状態がここで見られます。まあ、なので、手洗い場とかですね、身だしなみを整える場所とか、そういうのが、あらかじめいろんなところに向けられているわけではなく、そのままいらっしゃってる可能性を往々にしてあるという状況ですね。こちらの方で、絹ごし粉の麺が出来上がったということになっております。で、もう一つ、動画はあるんですけれども、そちらに関しましては、資料の方に URL 載けてますので、また、皆さん各自でご覧いただきたいなというふうに思います。こちらですね。合計動画を3点見たいただき方と思います。もう1点の方はまた各自でご覧いただきたいと思いますが、ここで言いたいのはですね、とにかく、まあ、豆腐製造業と一言で言ったとしても、本当にいろいろだなっていうことが分かっていただいたと思います。本当にちっちゃなご家族でやっているところ、もう少し大きなところ、それからすごく大規模な工場さん、いろいろありますので、じゃあこれを見てですね、先ほど、まあ、2つご紹介させていただいた手引き書、そのまま使えますか？大きなところもあれば、ちっちゃなところもある、いろんな、まあ、建屋もいろいろですし、やり方もいろいろです。そんな中で、手引き書をそのままコピー&ペーストして使えるか、そう言われたときに、皆さんだったら、いやいや、ちょっとそのまま持ってくるのは厳しいんじゃないのとかですね、まあ、いろいろな感想があったかと思います。今日は手引き書をそのまま使うというのは、やっぱり、土台、実態を考えると無理があるんですね。ではですね、一つずつ、その手引き書に関して、まあ、先ほどの動画を思い浮かべながら、まあ、手引き書に関して、まあ、もう少しこうした方がというところを少しご案内したいなというふうに思います。まずですね、一般衛生管理のポイントとして、原材料の受け入れ保管、その次に大豆の洗浄というものがあるんですけども、まあ、この後に、いろいろとまあ加熱、まあ大きなところも小さなところも確実に加熱、要は大豆を変成させるために加熱というものがありますので、まあ、言うほどここっていうのは、問題ないんじゃないかと。まあ、もちろんね、土とかほこりとかは取らない、石とかも取らないといけないっていうのはあるんですけれども、まあ、なかなかそのどんな
け洗ったとしてももともと自然のものですので完璧に洗うというのも難しいですし、もしこれを多少ちょっとできなかったからとって、じゃあその最終の大豆の、豆腐の整理にですね、どのような影響があるのか考えたときには、ここはもうちょっと優先度というか強弱としてはもう少し弱めてもいいんじゃないかなというふうに考えられると思います。それからですね、製品の冷却温度や時間の確認っていうふうになっておりますけれども、このあたりももう町の豆腐屋さんに店頭販売はほとんどありませんので、今のこの内容しっかり書かれておりますが、ほとんど当てはまるところはございません。それからですね、整理整頓、清掃だっていうふうに書いてますけども、一番最後に見た、ね、あの動画のところなんていうのは、ほとんどそんな状態ではなかったのはご覧いただいてわかるかと思います。ただ、それをやってなかったからとて、じゃあ、そこの後の豆腐や豆腐の製品にどんだけの問題があるんだということを考えるとですね、もちろん やるに越したことはないですけれども、それを取り立ててこれが本当に重要なところかっていうとそうではないぞ。やった方がいいかもしれないけれども、そこまで重要ではないというふうに、考えられると思います。要は、いろんなルールとか工程とかありますけれども、本当に注力すべきところ、そうでもないところっていうのは、メリハリをつけていく必要がございます。トイレの洗浄消毒。これはですね、失礼しました。機械器具の洗浄と消毒っていうところは、確かに大事な部分もございます。その後に加熱がない場合。一番最初のですね、大きなメーカーさんに関しましては、包装してからもう一回加熱して冷却するので、あそこのメーカーさんに関してはあんまり関係ないかもしれませんが、その他2つの小さなメーカーさんに関しましては、加熱をした後に、包装した後に加熱っていうのはございませんでしたので、確かにそういった場合、最後、豆腐を入れてる水槽の水の、シンクとかですね、あの辺の、掃除というのは非常に大事かなというふうには思いますが、その後加熱をするんであれば取り立ててそこまで もちろんやった方がいいけれどもそこまで注力すべきところではないというふうに判別ができます。続いてトイレの洗浄なんです。洗浄や消毒なんですが、こんな2つをですね、豆腐屋さん小さな豆腐屋さん見ていただいたときに、素手で明らかに肘まで水の中に手を突っ込んで作業されているのが、ご覧いただけたかと思います。もしあの人がですね、今日、ものすごく調子が悪いとか、お腹が痛い、下痢だった、吐きそうとかいう場合はですね、非常に危ないということが、予想できるかと思います。つまりですね、しかも素手で結構触られておりますので、そう考えると、従業員の健康管理の部分ですね、もう大事になってくるんじゃないの、この上の2つですね、考えることができるかと思います。でトイレに関しましてはですね、始業前って書いておりますけれども、始業前にトイレの掃除をしてしまうと、当然ですね、トイレの汚れとかが、こう、体に付着する可能性がありますよね。エアロゾルとかいう話も何度か出てきておりますけれども、トイレ掃除したとき、皆さんも家のトイレ掃除したときにですね、自分のいろいろ防御しますよね。それってやっぱり飛んでくることを想定してるわけじゃないですか。スポンジを押し込んだ時とかにですね、しぶきがかかって顔についたりとか、そういうこともなきにしもあらず、しかもそれは大きな飛沫であって、小さな飛沫であればどんなものが飛んでるかわからない。じゃあ体中に、例えばその時に従業員の一人でもノロウイルスにかかっていて、トイレがノロに汚染されてたようなもんであれば、必ず自分の服にも顔とかにもいっぱいついてしまう。そういったことを考えると、要は今から食品を作りますよという前にわざわざ汚しに行く、自分の体を汚しに行くみたいな行為になるので、このトイレのところですね、始業前にして汚すっていうのは非常に危ない行為だというふうにこちらは考えられます。もうそれだったら食、最後の終了の時にですね、やっていただけるといいと思います。そして、トイレの汚染する可能性もありますし、例えば肘までつけて素手をして触っておりますので、その人自身がどのような健康状態かというのも非常に大事です。もしその方がノロウイルスであった場合は確実に、ほとんどかなりの高確率なの豆腐からノロが検出される可能性がございますので、そうなってくるとこの部分ですね、非常に重要じゃないかというふうに思えるかと思います。多分、CCP というふうにはなってません。
多分一般衛生管理として、先ほどの、まあ、原材料の手入れや大豆の洗浄と同じような扱いでここに書かれてますけれども、この2つっていうのは特に町の小さな、メーカーさんに関しましては非常に大事じゃないかっていうふうに動画を見て、感じていただければというふうに思います。で特にですね、健康管理に関しましては、下痢とかですね、発熱や手指の傷がどうのという、それもありますけれども、嘔吐、吐きそうだとかですね、頭痛とかですね、そういったものも健康管理の中に入れていただきたいと思います。で手指の傷に関して、ね、非常に、重要視される場合も多いですけれども、まあ、黄色ブドウ球菌というのはそんなに、重要視しなくてもいいんじゃないかなと思います。まあ、冷蔵で、販売したりとかしますので、言うほど毒素を出すとこまで増えないという可能性もありますので、それに比べればノロウイルスとかですね、そういったところを気にしていただく方がいいかと思います。そして、こちら手洗いですね。手洗いも衛生的な手洗いをやりましょうというふうに書いておりますけれども、みんながみんなそのようなことができるような設備を用意されているわけじゃありません。一番最後の動画にありましたように、居住区と一体型になっている場所もあります。そうなると、わざわざその手洗い場っていうのは設けられておりませんので、まあ、確かに手洗いをやった方がいいですけれども、まあ、そこも、この後どういった行為をするかによって変わってきますし、実際になかなかできてないところも多いんじゃないかなというふうに思います。で、お金を取り扱った後もですね、手洗いした方がいいとかいう場合もありますけれども、確かにいいとは思いますが、言うほど金銭というのは汚くない場合もあります。特に日本に関しましては、お金、に関して注意するよりもですね、その後のこう器具ですね、いろいろ頭部に直接つくような器具とかの汚染の方がはるかにリスキーですので、そっちの洗浄の方を頑張るのが先じゃないのっていうふうに、思います。次に、従業員の教育というところでここがありますけれども、階段等による注意喚起というふうになってますが、例えば家族経営だったりとかですね、するとですね、そんな時に教育だって言って、やはり階段だとかですね、集合教育だとか、条例だとかですね、そういったことを、まあ、やるでしょうか。ほとんどしないですね。もうほぼほぼ教えるっていうか、もう OJT です。その場その場、現場でですね、一つ一つ教えていくと。実際にやらしてみて教えるみたいな感じになりますので、教育というものも実態はやっぱり OJT になっちゃう。朝礼とか勉強会とか、まあ、そういった例ではなくって、やっぱり実態 OJT にする場合、どういったことを教育すべきかっていうのを、ここに、まあ、ちょっと書いておいてほしいなと思うところでございます。で次にですね、重要管理計画として、まあ、CCP と呼ばれる、まあ、非常に大事なのはこの3点ですよっていうことなんですが、1つ目、大豆の煮沸温度や時間の確認っていうのはですね、まあ、あくまで大豆を熱変性させて次の工程に行くための工程になりますので、まあ、CCP ほど大事じゃないというふうに、思っていただいていいと思います。また次の2番目ですね、充填豆腐に関しまして、充填豆腐というのはそもそもやっぱり機械とかが、設備がかなりいりますので、町の豆腐屋さんで充填豆腐作っているところはもうありません。となるとですね、ここに2番目にドーンと書かれてますけれども、ほとんどの、日本もやっぱりちっちゃな工場さんが非常に多いですので、そういったほとんどの工場さんにとってはこれはまああまり関係ないということが、言えると思います。次に3番、チラー水の冷却槽や冷蔵庫などのって書いてますけれども、あくまで、店頭販売もほとんどございませんので、チラー水の管理とかをしなきゃいけないところもほとんどございません。冷ケースの温度確認とかですね、そういうのはあくまで販売した先の、まあ、スーパーとかですね、いろんな小売りがありますけれども、そこが温度管理をすべきであって、このメーカーさんの方で、スーパーのところに行ってですね、温度管理ちゃんとやってないじゃないかとかいうことを管理するわけじゃありません。となると、この3番も、ほとんどのところで、あまり関係ないんじゃないかなっていうふうに、感じられるかと思います。つまりですね、動画の前に見せ、お見せしましたですね、厚生労働省の手引き書及び東部協会さんの手引き書のいずれを見てとしてもですね、実態に対していろいろとちょっと矛盾点が出てくると、工場によってやっぱり状況はいろいろですので、その矛盾点が出てきます。そうなるとその矛盾点に対して、考えずにそのままやるっていうと、費用対効果的にも、まあ、無駄に大変だとかっていう場合もありますので、費用対効果的にもあまり関係、有効ではない場合もありますし、
本来一番大事なんですね、本来重要視しないといけないところがちょっと軽視される可能性もありますので、そのあたりデリキションと今皆さんのそれぞれの実態というのを見比べる必要があるということを、ここでですね、しっかりとお伝えしたいというふうに思っております。デリキションを盲目的に信じるのではなくって、何度も申し上げますが、実際の自分の工場さんの実態を見て、それで矛盾点を見つけ出し、本当に自分の工場にとっては何が大事で何がそうでもないのかなっていうのを洗い出す。これをすることによって皆さんにとって本当の意味で、有用な、使える衛生管理、一般衛生管理計画というものができるかなと思いますので、ぜひともですね、そちらの方を、皆さんにはやっていただきたいというふうに思っております。今回は、これは一例として豆腐を挙げましたけれども、他の業界も同じだと思いますので、また分からなければですね、対面研修の方とかでも来ていただいて、いろいろお質問いただければといいと思っております。もしくは、Zoom とかの研修の場合には、いろいろチャットとかでですね、ご質問いただければお答えできる範囲でお答えしたいと思っておりますので、今回はですね、この豆腐を例に挙げて考え方、皆さんには考え方の方をご理解いただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。というわけでですね、こちら、衛生ハセップ基礎研修衛生管理計画をの作り方講座という、この前半、このテーマに関しましては、これで終わりたいというふうに思っております。皆さん、どうも。